はい、お疲れ様です。翔さんいらっしゃい。楽しんでいってください。和道です。よろしくです。ブログを更新しながらまったり作業配信でーす。どうも。11名さんいらっしゃい。はい、ワード2。寒い？今日暖かかったけどね、東京は。寒かった。おい、こんにちは。サチいらっしゃい。ワドさんのこと YouTube とかニコ生から見てました。本当に？じゃあ、ふわっち、フォローしてよ。あと、Facebook とか、Instagram とかもやってるから、フォローしてください。よろしくです。はい、こんにちは。みほいらっしゃい。ちょっと待っててね。うん、フォローよろしく。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。いらっしゃい。おい、ワード2。カバンいいね。真っ赤じゃないんだよね。よく見たら朱色なんだよね。明るいところで見たら。それがいいね。これが何とも言えずたまらん感じがするよ。いいバッグだわ。朱色っぽくない？ちょっと茶色が入ってるっていうか。暗いところで昨日見た感じだと真っ赤な感じがしたんだけどね。一日でこんなに変わるわけないもんね、色が。見え方が変わる。タバコはね、アメリカンスピリットメンソールですね。アメスピメンソールライト。アメリカンスピリットです。いい色だよね。そんなね、ランドセルっぽくないよね。昨日ランドセルってすげえバカにされたんだよね。リア突に行く？いや、なんか来る来るって言ってたけど、なんか昨日電話したら鹿児島にいるって言われたね。鹿児島はさすがに無理だわ、つって。試し期間あと3日か。
長いってよく言われるね。指綺麗だねって、うん、よく言われる。長いかな。私の妹生活保護いただいてるんですが、今月から5万になったと言ってました。5万？ありえないな。今月は多いはずだから。収入が増えたからっていう感じかな、それは。収入が増えたから、5万。収入が増えたからかな。急に生活保護がそんだけ低くなるっていうのはありえないですね。今年は、今月は普段より年末なんで多いはずなんですよ。あ、バイト始めたからだね。多分そうだと思うよ。収入が増えたから減ったわけじゃなくて、手取りは増えてるんだよ。手取りの収入は増えてる。新しいフォロワーさん紹介します。みほさん、漢字財さん、なーちゃん、ゆうちゃん、フォローありがとう。年末は1万円多くなりますね。年末は、年末の月だけ1万円多いんですよ。
潜って潜って作業枠だからまったりやろうぜ。
フリーいらっしゃい、ハートプレゼントありがとう。サムネイルがあれだね、クリスマス仕様だね、うん、今日の収支24。 FX やってんの？ FX かな、株？すごいね、ジョーカー、うん、羨ましいわ。やるじゃん、いいね。ノマドワーカーかな。そんなに稼げるんだ、やるじゃん。FX なんだ、元でどれくらいで回してんの？すごいね。はい、レモン、こんにちは。
楽しんでて、今ね、ブログ書いてる。自分のサイトを更新してる。パソコン詳しいの？パソコン全然詳しくないよ。はい、桜いらっしゃい、こんにちは。生ポンさんいらっしゃい。マドさんって一時配信やめてました。やめてたね。一時ね。でも、3日ぐらいだけどね。3日ぐらいだけど。昔より優しくなったかな、どうだろうね。旅するよ。ニコ生で旅したの何年前だったかな。面白かったよ。あー、見てくれたんだ、ありがとう。何年前だろうな、1年半ぐらい前かな。うん、1年半ぐらい前だね、多分。まだ1年しか経ってないのか。2年経ったかな。覚えてないんだよね、毎日毎日忙しくて時間の感覚が狂ってる。玉筋かゆいんだ。大変だね。たくさん書くといいよ。止めないからね。闇将軍が和道より閲覧勝ってるから雑談は上の方が上って言ってるよ。
恥ずかしいやつだな。66人。俺が45人。俺ブログ書きながら全く喋ってないのに45人見てんのよ。よくそれで雑談上とか言えるね。俺が喋ったら100人集まるよ。うん。そうそう、一生もののカバン昨日届いたの。グッチさんいらっしゃい。これ。これのブログ書いてんの今。よく雑談上とか言えるよな。稼いだから言った方がいいと思うよ。私の好きな色レッドですね。レッド。まあ俺が上か闇将軍が上かっていうのを決めるのはリスナーさんだと思うけどね、俺が決めることでも闇将軍が決めることでもないし、それを自分から言うっていうのは恥ずかしいことだと思うけどな。あくまで配信者はリスナーさんありきだから、そういうことを言うのはリスナーさんが言うんだったらわかるけど、お前の方が上だよとかさ、自分から言うのって結構恥ずかしいことだと思うよ。本革ですね。本革です。まだ今日1日しか使ってないね。はい、ポッキーありがとう。ダントツワード、ダントツでもないと思うけどね、結構まあいい線いってると思うよ闇将軍も。でも正直俺は闇将軍のことを格下に見てるけど、悪いけど、悪いけど本音を言うと、格下だと思ってるね。そこまで離れてないと思うけど、二回りぐらい下だね。二回りぐらい下。格下か格上か、一発で分かりやすい方法を教えてあげようか。格下ほど人の名前使うから。格下ほど人の名前使うの。闇将軍から俺の名前出してきたわけだ。で、まあ俺はそれを拾ってあげて今カウンターをしてるわけなんだけど、なんだろう、格上の配信者は下の名前出さないから。もう準備整ってますね。パソコンも用意できて。カバンも手に入って。あとは家を引き払って生ポ抜けるだけですね。ありがたいことに、配信でもだいぶ稼がせていただいてるので、旅の資金も問題ないですね。あとは俺に必要なのは勇気だけかな。俺に必要なのは勇気ですよ。家引き払うよ、もったいないもん。6万円も払えないもん。
旅配信終わったら自分で新しく借りるの？まだわかんないけど、彼女と一緒に住むかもしれないと思ってて、あんまりね、旅の先のことは考えてないかな。彼女と一緒に住みたいなぐらいしか考えてないね。旅のプレッシャーでね、その先のことをまだ考えられてないっていうのが本音かな。仕事は退職するね。さすがに長期休暇は難しいと思ってるから。A 型作業所っていうやつだね。経歴半端ないね。何の経歴？レントさん。何で経歴見たのかな？レントさんいらっしゃい。あ、まあ、普通な生き方はしてないですね。イノベーターかどうかわかんないけど。どこで経歴見たの？どっかで見たの？経歴。あ、フリーペーパーとか。え、どこに載ってた？フリーペーパーのことなんで知ってるんだ？なんでフリーペーパーのこと知ってんだ？どっか書いたっけ俺。千葉に、うん。どこに記事が書いてあったんだろうそれ。旅の間、トランク類は、あ、いや、彼女に預かってもらおうかなと思ってるね。今は。なんか書いてあった？誰が書いたんだろう。俺書いたかな？フリーペーパーやってることどっかに書いたかな？覚えてねえな。あんまり話してないはずだけど。フリーペーパーのことは。なんか昔の知り合いかな？なんか書いてあったんだ。まあやってましたね。ワードビジネス検索した？検索してみようかな。ワードウ。トップに出た？それっぽいの出てこないけどな。どこだろう？出てこないね。出てこないな。まあ、フリーペーパーやってた事実ですね。
もしよかったらレントさんフォローしてコメントありがとう。ありがとう。旅の間彼女と離れるの辛くないですか？辛いに決まってるじゃん辛いに決まってるじゃん。辛いですよ、辛いですよ。だけど男はバカだから夢を見てないと生きていけないんだよ。男はバカだから。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、レントさんフォローありがとう。皆さん聞いてください、闇将軍に言ってあげてください。和道ブログ書いてる配信で65人だけど、お前40人しか見てないけど、どこが格上なのって言ってきてあげて、闇将軍に。閲覧多いとか言ってたけど、和道ブログ書いてるだけで65人集まってるぞって言ってきて。お前喋っててお前和道に負けてんじゃんって、どこが格上なのって言ってきて。で、和道閲覧累計300集まってるけど、お前71じゃんって。バカじゃないのって。報告してきて、闇将軍に。どこが格上なんですか？どこが格上なんですか？おかしいでしょ？笑わせないでください、笑わせないでください。和道の方がブログ書いてるだけで人集めてるぞって、小さい争いやめとけ。でも煽ってきたの向こうだから、俺じゃないよ。俺から言い出したんなら100歩譲ってわかるけど、勘に触るでしょ、勘に触るでしょ。なんか俺の方が閲覧集めてるとか、たった5分の数字で言われたって、5分後には負けてんだから。俺は小さい人間ですよ、小さい人間ですよ僕は。だけど配信に関しては真面目にやってるんで、譲れないものがあるんですよ。煽るように煽に乗るアホ、そうだな、どっちもどっちだな。ワドオフィシャルサイト、あ、じゃあ俺が書いた記事だ。うん、俺のブログかな。新しいサイト立ち上げたんで、もしよかったら見てください。書いたっけな、そんなこと。あんまり文章で書いちゃうと覚えてないんだよね。ああ、古い方のサイトか。はいはいはい、ありがとう、読んでくれたんだ、レントありがとう。じゃあ俺が書いた記事だね。コーヒー買ってこようかな、コーヒー飲みたいな。
コーヒーが飲みたいね。コーヒーってなんでうまいんだろうね。大体さ、体に悪いものの方がうまいよね。体に悪いものって全部毒だよね。そう思わない？美味しいと思うものって体に悪いもんばっかりじゃない？そんなことないかな。過剰に摂取、まあそうだよね、結局そういうことなんだよな。そうそうそう、要は取りすぎるとダメになるっていうわけであって、全部が全部毒ってわけじゃないんだよね。なんかほんと最近リスナーが金回りいいよな。みんな稼いでるよな。FX 儲かんだな。羨ましいよ。まあでも負けることもあるから勝ち続けるっていうのは技術だもんな。みんな努力して稼いでるわけだし、日本が稼ぎすぎ、今そんな景気いいんだ。でもまあ最低時給も930円に上がったし、やっとアベノミクスが結果が出てきたって感じだよね。だいたいよく末端まで反映されるまで2年かかるって言われるからね、経済政策は。まず株主とか富裕層が儲かって、企業が儲かって、で2年間でこう決済が回って、で結果が出て、そこから給料にじゃあ反映させましょうっていうの2年ぐらいかかるんですよ。市場を活性化させてから末端まで降りるまで、だからその間がすごい苦しかったんだけど、でも物価上がってるもんね、なんだかんだね。生ポ減るだろうね、多分ね。はい、ワード2、ゴテンさんいらっしゃい、楽しんでて。A 型作業所の業務内容、もしよければ教えて。あのね、もう本当に今日ね、それこそ A 型作業所、新宿にある A 型作業所がドカッと集まってバザーが開かれてたの。だから新宿の駅で売り子やってたんだよ。で、購入したの見せてあげるね。要は A 型作業所で作ったものを販売してるんだけど、ね、目が見えない人が作ったやつ買ったんだよ。それがすごい素敵で。これがね、目が見えない人が作ったポチ袋。ポチ袋なんだけど、これ100円で売ってた。これなんか、手紙書くときとかにちょっと買おうと思って。同じ障害者だから、3枚で100円。で、その、目が見えない人が作った、映画作業所って障害者が働くところだから、見えるかな？テンポス加工って言って、全部デコボコに加工されてんのわかる？このクオリティで、3枚入りで100円だよ。これ東急ハンズとかじゃ売ってないよ。手で作ったんだよ。すごくない？超クオリティ高いでしょ。だからね、A 型作業所って悪いものを作ってるっていうのを誤解で、みんなね、障害持ってる人って丁寧に丁寧に作るから、安くいいものが手に入るんだよ。
これ今日バザーで手に入れたもの。これは目が見えない人が作ったポチ袋。これなんかね、リスナーさんに手紙書くときとかさ、に使おうかなと思って。いいでしょう。クオリティ高いでしょう。これがまず1点目。で、すごいでしょ？だからまあ A 型作業所がどういうことをやってるかっていう感じなんだよ。作業所イコールこういうことやってるっていうのはないの。その、農場の作業所も、農業の A 型作業所もあるんだけど、農業の場合は豚を作ったりハム作ったりしてる。あともう一個だけ買ったのが、これハンカチ。これ染めてあるのわかる？ハンカチをこう染めてあるんだけど、すごいかっこいいでしょ？これいくら？いや、作業所によって違う、それは。知的に特化してるとか、身体障害者に特化してるとか、そういう特性があるの。会社の方針があるの。会社が選んでる感じ。これハンカチなんだけど、すごい素敵でしょ？まだら模様の印刷。印刷じゃなくてこれ、本当に染めてるんだって、一点一点。これいくらに見える？ハンカチ。これも今日買ったの。いくらに見える？これ。これ正方形だよ。裏に畳んであるだけで。これいくらだと思う？ 1000 円ぐらい。ハンカチ400円。みんなだったら、ああ、それくらいするだろうねって。すごい綺麗に染まってるでしょ？ムラもないし。こんな素敵なデザインで、みんなだったらいくらだと思います？これ超気に入ったよね。ハンカチ普段持たないけど買おうと思ったけど。1000円ぐらい。まあ1000円で売ってても全然ね、障害者が作ったって言わなかったら1000円で売ってても全然いいよね。これ300円。これ300円。すごいでしょ？だから、会社によって全然違う。何をやってるのか。うち、俺が働いてるところは、IT 系とか、グラフィックが強い感じ。うん。イラストとかがすごい得意なの。うん、まあ、軽作業もあるけど。普通の会社だよ、だから。会社によって、いろんなやってること違うでしょ。それをただ障害者が集まってやってるだけだから、一般の企業と全く一緒だよ。ただ、あの、A 型作業所って呼ばれてるけど、株式会社だから。うん、ただ、普通の雇用形態と違うのは、雇用契約は結ぶんだけど、あくまで利用者なのよ。だから従業員ではないの。従業員が半分、利用者？要は、その会社を利用してる立場っていう半分っていう。ちょっと特殊なんだよ、そこが。でも、旗から見たら、別に普通の会社だよ。うん、普通の会社。何にも変わらない、別に。作業所さんとお仕事させてもらう機会が結構あるんですが、あ、そうなんだ。サービスを利用してるって立場なんですよね。あ、それは嬉しいことですね。あの、A 型作業所って一般の企業からの依頼が少なくて困ってるんで、社会的認知を上げていかないっていうのが課題なんですよ。例えばね、イラストレーターで、チラシとか作ると、普通の企業に頼むと5000円から2万円ぐらいかかるはずなの、データ入稿で。だけど、ポップを作ったり、そういうのとかを1500円とかで受けてんだよ。うん。チラシの PDF データとか。だから、一般の企業とか個人事業主からするとすっごい安いのね。だから、どんどん A 型作業所とか使ってもらいたいですね。どんどん。使ってもらえると俺的にはありがたい、うん、だから、うん、嬉しいですね。なんかその障害者の仕事を与えてくれて、うん、すごい助かる。ありがとう。パソコンの仕事とかね、タイプ入力とか全然やってくれるよね。多分ね、何でも依頼したらどんなところでもやってくれるよ。あの、株式会社アシカはね、イラストにすごい強いから、なんかイラストデータで、なんかアニメっぽいなんかイラストとかを発注があったら俺に言ってくれれば、あの、予算いくらでどれくらいの納期で作るっていうのは大体見積もり出せるよ。
おい、のぞみちゃんいらっしゃい。いつもありがとね。楽しんでって。やっぱ仕事があるっていうことはいいことだからね。あとはやっぱパソコンだけじゃなくて会社とかにも遊びに行ってあげてほしいね。あ、こういう人たちが作ってるんだっていう、なんかぬくもりとかを感じると思うから、うん。すごく一生懸命やってるからさ。なんか1ヶ月に1回でも、半年に1回でもさ、3ヶ月に1回でもいいから、その会社ちょっと見学させてくださいって言って、お仕事依頼するときに、どういう風にやってもらえるのか見学させてくださいって言うと絶対いいって言うから。むしろ喜ぶから会社は。で、その時仕事の打ち合わせで、ちょっとその障害者の方たちと話してみてほしいね。そうすると、その、健常者と障害者の垣根がどんどんなくなっていくから、うん、すごく一生懸命みんな仕事してるのがわかると思うし、仕事をするっていうこと自体が社会貢献なんだっていうことに気づけると思う。仕事を下ろしたり、仕事を受けたりっていう、うん、それ自体がすごく尊いことなんだって多分伝わると思うから。新しいフォロワーさん、若菜ちゃんフォローありがとう。うん、そうしてもらえると嬉しいかな。うん、すごくいいことだと思うよ。お互いにいいことだと思うから。その、障害者の方ってやっぱ関係がさ、どん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 孤立化していってるから、社会に出る機会とか評価される機会ってあんまりないじゃん。臭いものには蓋をしてきたわけだから。でもそれがだんだん今変わろうとしてるんだよ。うん。それが嬉しいよね。本当は働きたいんだよ、障害者の人も。でもね、なかなかやっぱ一般就労とか難しいからね。昨日もツイッターに書いたけど、アスペルガー症候群に悩んだ女性の動画見て泣いちゃったもん、俺。うん。多分、その動画見てくれた人はなんでこれで泣いたのって思ったかもしれないけど、その人がどういうところで悩んでるのかがもう手に取るように分かって、うん、辛かっただろうなと思って。聴覚過敏の話とかも出てくるんだけど、聴覚過敏俺も持ってるから、なかなか伝わらないんだよ。おはようたくん、今起きたの？はい、ワド2、ロクちゃんいらっしゃい。ね、お、マキティ久しぶり。元気？もう、2ヶ月半ぐらいずーっとふわっちだね、俺は。ずーっとふわっち。
ずっとふわっちですね。ハチワード2、いらっしゃい。今、ブログ書いてる。このカバンのことを記録に残した方がいいなと思って、このカバン知りたいっていう人もいるだろうから、ブログやろうと思ってる。900って何？何が900なの？でもなんか嬉しいな、 A 型作業所のことについて教えてくれとか語ってって言われたのはすごく嬉しいから、うん、なんかこういうのもあったかいじゃん、手作りで、ハンカチで。知らなかった？フォローして、うん、ここでずっとやってるからフォローしてね。よかった、マキティ元気で。これ、そうそう、これ、昨日買ったカバン。昨日買ったわけじゃない。届いたカバンだね。かっこいいよね。うん、あと100。あー、そういうことか。うん。まあまあ、あんまり気にしてないかな、数字は。最近ね、あんまり、フォロワー数とか、気にしなくなったね。新しいフォロワーさん紹介します。マキティさんフォローありがとう。だってさ、数字増やせばいいってもんじゃないじゃん。だから来てくれる人、一人一人を大切にしたいと思ってて、長い付き合いにしたいから、みんな一人一人の人生にコミットしたいのよ。この人は何やってる、この人は何やってるっていう。だからリアルの付き合いと変わんないようにしてるから、抜けちゃう人は抜けちゃうし。だから数にこだわるんじゃなくて、今、質にこだわろうと思ってるね。一人一人のリスナーさんと、こう、一緒に生きていくっていう。うん、だから頼られたり、頼ったりする関係がいいよね。やっぱり。昨日、ランドセルってバカにされまくったんだけど。女の子のランドセルみたいってみんなにバカにされまくったよ。センスねえとか。ひどいよね。昨日はふわっちに来てね、結構荒れたよ。放送が荒れた。和道はセンスないなとか言って。傷ついた放送だった。こんな感じで。こんばんは。こんな感じのクラシックな学生カバン風ですね。こういうデザインです。ヘリコプター？なんでこんな時間にヘリ飛んでんだ。マイクの感度いいな、これ。あるん？まあ、いや、わかるけどさ、うん。俺のセンスにリスナーがついていかなかった悲しい事例だよ。そうそう、レトロな感じだよね。なんか大正時代に。作られたような。まあ、この会社自体が古くて、この商品自体がもう20年ぐらい売れてるベストセラー商品。ベストセラーっていうのかな？ロングセラーか。だからこのカバンのキャッチコピーは、20年後息子に譲りたいカバンっていうキャッチコピーで売られてて。まあ、それブログに書いてるんだけど。色はね、5種類あって、まあ、レッドとグリーンって、これレッドなんだけど、レッドとグリーンがちょっと変わった色かな。モスグリーンみたいな、抹茶みたいな色と、これがレッド。で、あとはね、黒。まあ、定番なのが、黒っていう色があるんだけど、ちょっと待って、今出すね。カタログ。黒の商品載ってるかな。黒と、キャメルって言って、まあ普通の革、キャメルって色と、
茶色、チョコ、これがチョコ、キャメル、黒、赤、グリーン、この5種類の皮で、ランドセルも女の子用のランドセルが、これが赤だね、これが茶色、チョコ、パフェプレゼントありがとう、まゆさんいらっしゃい。まあこれがこの会社が取り扱ってる色だね。黒、チョコ、キャメル、赤、グリーンで、赤買った。これで6万ぐらいだね。これで6万。女性向けの製品もかなりあって、まあ、男女半々ぐらい。おー、中野ちゃん、今日一発目の花火ありがとう、ありがとうございます。よいしょ。のんたん今日もパチンコ行ってるよ。今日本当は今頃家にいるはずなのにパチンカスになっちゃったよ。お疲れ様でーす。今日はバザーの売り子でした。バザーの売り子をやってて、ハンカチを買いました。他の作業所で売ってた。こう飼ってるんじゃん、うん、わかんないけど綺麗でしょ。これ300円でハンカチ売ってたから綺麗だなと思って、なんか運強そうだもんね、のんたん。いいでしょ、これ素敵でしょ、これ気に入ってる、うん、ハンカチ素敵な柄でしょ、手作りだよ。あ、フォローありがとう、嬉しいな。フォローしてくれたの？確認します。新しいフォロワーさん紹介します。まゆさん、フォローありがとう。あざーす、うん。ありがとうね。あ、ニコ生から来てくれたんだ。あ、そうなんだ。ありがとう。ニコ生、ニコ生民か、うん、ニコ生今ね、配信者全然いないもんね、面白い人。残念極まりないよね。ニコ生落ち着いてて今のがいい部分もある。基地配信とか大手くだらなすぎ、タイミングがいつもの闇だね。どういうこと？タイミングが、うん、いつもの闇？
闇将軍と図鑑が被ってる。そうかな、わかんないな。被ってるかな、どうだろうね。被ってんのかな。何の作業？ブログ書いてんだよね、今。そのブログを書いて、あとプラグイン入れて、バナーの設定してって、やることいっぱいあるんだよね。新しいサイトの立ち上げだから。今、下書きに保存して、このカバンのレビュー書いてる。なんか、ふわっちだけじゃなくて、サイトでも4、5万入ってくるようにしたいなと思ってて。キャッシュポイントは3つぐらい持っておきたいっていうのが、俺の理想かな。ふわっちはまあメインで稼げる場所にして、で、YouTube と、まあ、サイトで、まあ5万5万ずつぐらい稼げたら、10万ぐらいになるじゃん。サイトがね、ダメになった時とか、なんつうの、自分のこと守れるようにしていかないと。だから何でもかんでもね、お金かかんないことはやっていかないとね。あんまり手出してわけわかんなくならない。俺はね、だいたい3つぐらい事業を抱えてるのが一番楽だった。会社やってる時は。結構その、なんだろう。現場には、現場にいたい派だけど、あんまり一つのことを集中するっていうのは、ね、得意飽き性だから、結構そのリスクヘッジで2個なんかに投資しておくっていうのは、結構やることかな。メインに1個ドカッと構えて、そのメインの授業が落ち着いてきたら他に手出していくっていう感じ。うん。あ、リニアお疲れ。5個は無理だな。3つが一番俺はバランスがいい。うん。だから、誰かに任せるっていうのが一番、その理想形で。ただ配信に関しては誰かに任せるわけにいかないじゃん。ただ今、動画に関しては匠さんがね、やってくれてるから、あの、たくみさんに甘えてるんだけど。まあ、たくみさんにも結構話してるんだけど、いずれその YouTube の収入上がってきたら、たくみさん雇いたいっていう話はしてるね。それで YouTube で採算合うようになったらたくみさん雇って、本当にお金払ってスタッフやってもらおうと思ってるね。これはあくまで俺の願望だけど。たくみさんは利害関係なしで行きましょうって言ってくれてるけどね。まあなんかいい形で匠さんと今後も仕事していきたいなと思ってるよ、俺は。で、サイト運営に関してはまた、ね、あの、やりたいっていう人がいたら、ブロガーとして活躍してもらおうかなと思ってる。スタッフとしてブログ書きたいっていう人がいたらね。まあでも、サイトで金稼ぐノウハウっていうのを全く未知だから。でもまあ、ぶっちゃけた話ね、10万アクセスぐらい行ったら、月間10万アクセスは行くと思うんだよ、俺。そしたらね、多分ね、4、5万稼げるんだよね。
ニコ生で和道の話題ちょいちょい出す人いたからニコ生戻ってきたんかと思った。俺全然ニコ生戻ってないよ。誰が出してんだろう。ニコ生やったらツイッターに必ず報告するね、俺は。ツイッターなりフェイスブックなり。フェイスブックやってる人で、もしフェイスブックつながりたい人この中にいたら、ぜひ、フェイスブック登録してください。今 URL 貼ります。なんかね、毎日20人ぐらいから申請来てて、フェイスブック爆発的に増えてるんで。あ、28人増えてる、また。すごいんだよ。フェイスブックが今バブルで、初めて1週間経ってないのに、もう友達が85人集まってるんだけど、85人また28人登録来てるね。今28人、今日だけで28人登録来てる。で、友達の数85人になった。100超えたね。うん、もし友達つながりたい人がいたら、怖いっていうか、まあまあね、そういうもんだよ。まあ人よりも有利だよね、配信者だから。全然 Facebook 飛ばしていいですよ。友達5000人限定だから、もし繋がりたい人は早めに飛ばしてください。うん、この勢いだと5000人、あれだね、来年には埋まっちゃうと思うから。よろしく。112人か。すごいな。112人すごいな。Facebook の伸びが今やばいね。あと2、村雨さん、ゴルゴさんいらっしゃい。
今日はそうだね、作業枠だから部屋明るくしちゃってるね。パソコン使うから蛍光灯つけてるね。はい、ワド2、亀仙人いらっしゃい。今日はノンタンいません。ランドセルじゃないって。使ってるよ。今日使ったよ。使った使った。ランドセルって言わないでよ。みんなランドセル、ランドセル言うんだよな。でもね、なんか、太陽当たってるところで見たら、朱色に近いね。茶色の薄い色みたいな。なんか暗いところで見てたから真っ赤に見えたけど、まあ赤っちゃ赤なんだけど、朱色だね。日本人の色だよね。朱色。あの、朱肉の色だよね。夕焼けの色っていうか。すごく綺麗な赤だと思うよ。茶色と赤をミックスしたような。暗いところだと赤く光るけどね。あれ？こんな色だったっけ？と思ったもん。なんかランドセル、ランドセル言われてたから、真っ赤だと思ってたけど。実際使ってみたら違和感なかったね。全然違和感なかった。シャレオツだよね。え、今日枠開いてたの？マジで？嘘でしょ？嘘？超面白いじゃん、それ。ちょっと見てみるわ。え、それ、マジで？なんで俺が知らないの？ほんとだ。え、フォロワー50人もいんの？嘘でしょ？え、ほんとにふわっちでやってた？本当にやってた？フォローしとこ。フォローしとこ。マジか。なんで彼氏に相談しないの？へぇー。見れなかった。本当だ、やってる。何体やってる。超ウケる。へぇー、本当だ。ウケるわ。彼女生主デビューしてるわ、ノンタンも立派な配信者。俺より大手になりそうだよね。俺より多分大手になると思う。面白いもんだって。腹減ったなぁ。ノンタンに電話してみようか。ノンタンにご飯一緒に食べるか電話してみます。出ないね。
集中してんのかな。出ないね。これ負けてるんじゃない？俺なんか負けてる気がしてきたんだけど、のんたん。勝ってるかな？どうだろう。出てるから、大当たりして出てるから出れないのか。どうなんだろう。電話出ないですね。電話出なかったわ。どうなんだろう。今日は勝ってるかな。昨日4万勝ったっつったもんね。はい、ワド2、耐震補強いらっしゃい。SEO の設定、メタスクリプション。タキーワード。パチ屋は聞こえづらい。あ、それはあるよね。まあ、楽しんでるんでしょう。今日来んのかな？珍しいけどね、もう本当、俺のこと溺愛してるからさ、もう会いたい会いたいだけど、もう本当に毎日会いに来るからね。気がついた朝起きたらいたりとかもするし。34歳だけど可愛いよ。よくね、部屋の中電気暗くしてずーっと後ろの方に隠れてて、あ、今日のんたんいないわーと思って一人でご飯食べようとボソボソってつぶやいてたら、ワドさんいるよーとか言って、ワドさんのんたんいるんだよーとか言っていきなり現れるから、おー、いたのかっつって。どれくらい隠れてたのそこでって言ったら、1時間隠れてたよとか言って。子供かお前はって。一人かくれんぼやってるから。かわいいよ、うん、奇跡の34歳だから。奇跡の34歳。キャラ作ってんのかと思ってたら全然キャラ作ってないからね。全然キャラ作ってなくて、ほんとね、天然っていうか、まあ、メンヘラっていうかね、もうぶっ飛んでるよ。かわいいよ。アニメみたいな、ほんとアニメのキャラクターみたいなんだよね。漫画のキャラクターっていうか。ぶっ飛んでるんだよね。でもね、頭が悪いわけじゃないんだよ。すごい頭いいの。それはね、節々に感じるんだよ。なんか、例えば、その、不動産、コンビニエンスストアがここ潰れたとか立ったとかいう話してて、こっち側の道路にはコンビニが少なくて、こっち側の道路にはコンビニが多いっていうのを、俺がうんちくを語ってたの。これは道路の方角なんじゃないかみたいな。要は、新宿に向かう路線がこういう道路だから、この路線に作ってるって言ったら、のんたんがいきなり、いや、これは、なんか西の方角だからだね、みたいなこと言い始めたの。で、俺は、あ、頭悪い子だなと思ったの。ああ、なるほどって。風水とか信じちゃってる痛い子なんだ、みたいな感じであしらったのよ。ああ、そうだね、みたいな。なんか、そういうのあるよね、風水とかでしょって言ったら、のんたんがいきなり、和道さん違うよ。こっちの方角はね、太陽の方角がこういう風になってるから、土建屋さんはこういう風に設計されてるの。で、土地開発がこういう風にこうこうこうなってるから、この方角でこの向きだと、この立地っていうのは値段がこうなるんだよ。で、こうこうこうでこういう風になるから、こうでこうでこうだから、こっち側にはコンビニが多いんだよって言って、俺は引いた。こいつめっちゃ賢いと思って。こいつめっちゃ賢いわと思って。発す、たまに怖くなるの。こいつ俺より絶対賢いっていう。うん。まあもちろん俺はね、ドヤ顔でこう言ってやったよ。わかってるじゃん。
な、分かったふりして対応したよ。お前分かってるな、つって。頭いいじゃんって言って、何言ってるか全然分かんなかった俺がいたよ。うん、設計事務所にいただけある。なんかね、建築マニアだったらしくて、CAD 使えるんだよね。うん。そうそう。CAD 使って建築の設計やったらしいから。大人だったらそんなこと知ってて当たり前だぞ、アスペ。いやいや、まあまあまあ。まあだから俺はほら、情報が偏ってるから。うん。そう。大人だったらそういうもんなのかな。うん。まあでも俺よりは賢いなっていう。俺より賢い存在だ、ですよ。うん。賢ですよ。ちょっとトイレ行ってくるわ。大人だったらじゃなくて社会人だったらじゃん、うん、大人イコール知ってるとは思わないけど、そうそう、うん、社会人とかサラリーマンとかだったら知ってるみたいなニュアンスだったらわかると思うけど、でも女の人でニートやっててそういうことが語れるっていうのは俺の中でちょっとグッとくるんだよ。でも付き合いたての頃さ、なんかのんたんがのんたんのツイッターになんか瓶の中に黄色い液体の写真入ってたツイートをあげたの知ってる？のんたんが付き合ってね、初日ぐらいに、それかその過去の投稿だったかもしれないんだけど、瓶の中に黄色い液体があったので、俺はなんか丸々丸を作ってみた、失敗したって書いてあったので、俺はなんかおしっこかなんかだと思ってたの。黄色い液体だったから。おしっこみたいな色なのよ。薄いおしっこみたいな。で、あれって何だったのって聞いたのよ。のんたに。俺わかんなかったんだけど、あれって結局何を作ってたのって言ったら、ああ、クロロホルム作ろうと思ったら失敗したのって言われた時に、こいつガチでやばいやつだと思ったよね。利権とか、いや、わからないから利権が生まれてんでしょ。多くの人は気づいてないよ。ガチッチは、知識的に上流階級にいると思うよ。そう。クロロホルム作りたいって思う発想が怖いよ。なんか市販に売ってる薬剤関係のものでも、クロロホルムは生成できるらしくて。なんか本人が魔法使いになりたいって言ってるのはね、ネタじゃなくて本気でなりたがってるんだよ。クロロホルムって作ったら捕まったりしないのかな？大丈夫なのかな？クロロホルムって合法なのかな？うん、ネタなのかガチなのかわかんなかったからな。だんだんこの人ガチの人なんだっていうのが分かってきたけどね。ネタがほとんどない。本気で生きてるから。クロロフォルムは簡単だよ。有機化合、あ、そうなの？へぇ、うん。あ、そうなんだ。
だってあれ本当に寝るんでしょあれ。それって何？家で作って大丈夫の？クロロホルムってさ、よくさ、こう、ハンカチとかに染み込ませて、こうやってやって、パタって倒れるやつあるじゃん。寝ちゃうやつ。あれがクロロ、よく探偵とかのやつ。本当は寝ないらしいよね。臭いだけなんだ。なんかクロロホルムを作りたかったらしいよ。俺には到底理解できない世界だったけど。何に使うか。いや、なんかね、僕と揉めてた某生主を襲撃するときに使うって言ってたね。僕と揉めてた某ある生主を、追い詰めるために必要な素材だったらしい。うん。あれだからね、なんか、結構ね、大手生主とかが、アンチからいたずらされたりしてるじゃん。結構話聞くとね、ノンタンが関わってることが多いんだよね。結構ガチで襲撃する系だから。すごいよね。ムカつく生主で襲撃しに行くんだよ。敵に回したくないと思った。マジで。超好かれてるからいいけど。あとね、これもうほんと嘘みたいな話なんだけど、俺のこと芸能人より上だと思ってるのよ。俺のこと芸能人より上だと思ってんの。ありえないでしょ。本当にテレビも見なくて、生主しか見ないから、その生主が芸能人みたいに錯覚してるのよ、本人が。だから、芸能人よりかっこいいっていうの。うん、だからもう、なんかこ、旗から見たら多分狂気を感じるぐらい、本当に、なんつうの、ネットオタクっていう。だから、のんたんからすると、これマジで、マジだろっていう話で、普通の人の30代が、木村拓哉と付き合ってるのと同じぐらいの感覚なんだよ、多分。ありえないでしょ。ありえないでしょ。わかる？はい、こんばんは、あやか。マジで、木村拓哉のファンやってて、木村拓哉と付き合いましたっていうレベルなのよ、彼女にとっては。それネタじゃなくて。でもさ、そう考えると、そう考えると、のんたんがいろんな生主に嫉妬したりとか、が、辻褄が合うでしょ。生主側でもそういう人がいそう。どういうことだろう。俺も狙ってる生主いるけど、携帯番号まで、変えて逃げるけど、家とか知ってる。まあね。うん。キムタクより和道の方が面白い。いや、面白いかどうかの話してないから。ちょ、待てよ。ノンタンに録音されちゃったら日本列島から出ていきます。あ、いや、本当に、すごいよ。うん。この前も某女生の人コラボしようとしてたじゃん。そしたら、ノンタンから、そいつの、結局特定できなかったじゃん。そいつがどこ住んでるのか。俺ら相当やったじゃん。アンチとテイ君で。ね、相当やったじゃん。もうずーっと2ヶ月ぐらいさ、こいつの住所とか店とか特定してやろうってやって、わからなかったじゃん。ノンタン次の日に、ね、次の日に、おい、もう住所わかってっかんな、つって、郵便番号と住所バチバチのやつで出してきたかんね。ここだよ、つって。いつでも襲撃しに行くかんなって言って俺に見せたもん。どうやって分かったのっつったら、ネットワークを使ったとか、わけのわかんないこと言ってたもん。人脈をフル活用したとか言って、なんかネットの中に特定班がいるのよ。その特定班、まあ、言っちゃうけど、鮫島の特定すごいっていうのは、鮫島リスナーじゃん。鮫島リスナーの特定班じゃん。あいつそのメンバーの一人なんだよ。いかに恐ろしいかがここでわかるでしょ。主要人物の一人なの。だから、その、サメ島ネットワーク、サメ島の特定グループとか、いろんな大手配信者の特定グループの中に、メインメンバーとして入ってるから、もう助けてくれる人がいっぱいいるんだよ。そう。
すげえと思ったもん。もう一日で。うん。で、周りから追い込みかけて、あの、ワンワンがブルってたっていう。住所特定したら何でもできるよ。はっきり言って。例えば男の配信者だったら、毎日デリヘル呼んだりとか。で、デリヘルって経営者ヤクザじゃん。だから、デリヘル毎日毎日10人単位とかで呼んでたら、ヤクザが切れるじゃん。とか、いろんな方法があるよね。住所バレたらやばいっすよ。うん、個人情報どれか一つか分かれば、そう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 。例えば住所と本名が分かってたら、その、何でも引っ張り出せるのよ。あの、そういうルートがあるの。正式なルートで。うん。例えば住んでるところから引っ張っても来れるし。何でもできる。はっきり言って。例えば、いたずらしようと思ったら、本名と住所さえ分かってたらさ、携帯電話の解約なんか一発でできるじゃん。電話番号のところに行って、ドコモセンターに行って、本人ですって言って、本人確認します。住所と本名を言ってください。こうでこうですって言えばいいだけじゃん。で、もう今日で解約してくださいとか。うん、だから嫌がらせなんかいくらでもできちゃうんだよ。だからさ、大手生主って家を買えるじゃん。定期的に引っ越すでしょ。本当にガチアンチが来た、ついた時。怖いよ。でも、最近さ、あの、俺のこと叩くリスナー減ってるじゃん。それってね、実はね、のんたんが裏で暗躍してるらしい。のんたんが、その、だからアンチ仲間がいっぱいいるわけじゃん。そう、生主潰す連合みたいなリスナーとネットで繋がってるから、あ、ノンタンと和道が付き合ってて、ノンタンがそこまで言うんだったら、和道はちょっとかわいそうだからやめてあげようみたいな。ノンタンがバックにいることによって、アンチがおとなしくなってるらしいよ。いや、敵に回したらだからもう死ぬだろうね、俺は。名前だけ訳そうで偽造身分証と三文版で戸籍取るから、いくら引っ越しても無駄。あ、そうなんだ。うん、別れたらアウトだろうね。うん。いや、俺は別れようとは思ってないけど。まあ、もし仮に敵に回すようなことをしたら大変なことになるだろうね。あと、だから初めて、この家に呼んだ時も面白かったもんね。あ、今から住所送るからここに来てって言ったら、あ、ごめん、もう知ってるって言われたから。あ、ごめん、もう知ってるって言われて、なんか、変な海外サイトの動画見せられた。URL 送られてきて。俺の家の住所の行き方っていうのを Google ストリートビューでずっとやってんの。こんな動画あったんだと思って。なんでもあるよ、つって。うん、YouTube だとバンになるから上げてないだけで、そう、なんか変なサイトだったんだけど、ロシアのサイトかなんかに上がってて、ワードホの住所特定仕方みたいな。まあ、関心がないんだろうね、多分ね、本人は。うん。要はほら、好きだからできるわけじゃん。好きだから身についたスキルじゃん。うん。でしょ？だから、あの、あれなんだよ。関心がないことはできないんだよ、やっぱり。金稼ごうとかもないの、ノンタンは。お金に執着ないから。だから、ノンタンとお金で揉めたこと一回もないね。何買ってとか、何々おごってとか言われたこと一回もないし、あの、ずーっと、もう、ていうかお金の話題が出たことない。彼氏の会話で。で、俺がクリスマスプレゼント買いたい、買ってあげるって言っても、いらないって言われて。で、その、こういうの買おうと思ってるとかさ、これサプライズだから言わないけどとか言ってても、なんか5000円ぐらいのこれでいいっていう、なんかアマゾンで見つけたこれでいいよ和道さんみたいな。だからね、本当にお金とか物とかじゃないんだよ、ノンタンは。うん、まあそれそうだよな、お金とかもね、なんか後ろ、なんかそういう下心があったら俺に近づくわけがないよね。俺金持ってねえもんな、よくよく考えたらな。それそうだわ。それそうだわ。そうだよな。俺と付き合おうって言ってさ、俺から金引っ張ろうと思わねえよな、女もな。そりゃそうだわ。うん。ちょっと自分が金あるマインドセットでいたわ。昔じゃねえんだから。女に助けられる運命持ってるよな。俺昔からそうだね。あのね、
ぶっちゃけた話言うと、金運はそんなにない。うん。稼ぐ能力はあるけど、金運はない。そう。それがビジネス辞めた理由なんだけど、金運ってあるんだよ。持ってる人っているんだよ。で、金運は皆無、俺。ただ、一つだけ飛び抜けたのがあって、それは女に限らずなんだけど、人の運はすっげえあるの、俺。だから、人脈とかつながりとか可愛がられ方で言ったら、めちゃめちゃ強いの。いろんなところにいろんな人脈いるのよ、俺実は。リスナーさんに限らず。ただ、それを使ってないだけで。使うタイミングじゃないと思ってるから。そう。人脈って一番大事にしてるから。だから、すごい可愛がられたいっすよ。で、女にもそう。うん。そう。だからね、言っちゃえばね、多分ね、天性の紐気質なんだよ、俺。天性の。なんかね、母性をくすぐる何か持ってんだよね。狙ってやってるわけじゃないよ。うん。狙ってるんじゃなくて、この人守りたいと思う何かがあるんだよ。俺ね、実はね、うなちゃんマンも同じ気質があると思ってる。うん。あの人ね、女が守りたくなる何かがあるんだよ。母性をくすぐる何か持ってる。うん。あ、そうなんだ。あ、まあ、身内は俺良くないな、あんまりな。うん。身内の家系はだから、もう縁切り家系だよね。うん。ばあちゃんとも縁切ってるけど、実はね、もう家族がなんで俺が縁切るのにそんなドライなのか、なんで冷たいのかって普通の家庭からすると考えるじゃん。実はね、母ちゃんの上に姉ちゃんがいるんだけど、その腹違いの姉ちゃんがいたの。で、もうこれ縁切れてるのよ。もう20年間ぐらい。だから縁切れるのに慣れてるの、もう。もうばあちゃんが、あの時代だよ、戦争を経験してる年齢なのに、×5 とかなのよ。×5。戸籍で×が5がついてんの。もう破天荒なんだよ。マミリンいらっしゃい。あ、そうなんだ。うん。まあ、いろいろあるよな。ただね、どうにもできないことってあるんだよ。子供の頃。大人になったらどうにでもできるじゃん。気合と根性で。なんとかなるんだよ、本当に。ホームレスになってもなんとかなるの、大人だったら。でもね、物心つくかつかないとかの小学生とかは、要は自分の運命を逆らえないんだよ、自分の力が。だからね、だから虐待とかダメなの。うん。そう。どうしようもできないことってあるんだよ、子供の時って。力がないから。力も意志もないから。うん。だからね、子供と女には手出したらダメだよ、男に生まれたら。自分より弱、っていうか、自分より弱い存在に力を向けるのは、俺はダサいと思ってるね。それは親父から学んだね。親父が弱い者いじめしてんの見たことない。なんか、親父血だらけで帰ってくることよくあったんだよ。サラリーマンの格好して、ワイシャツが血だらけなの。もう帰り血に染まって帰ってくんの。で、母親がギャー救急車って言うと、ああ、帰り血帰り血って言って、本人無傷なんだけど、帰り血で血がドバドバになって帰ってくるって、どんだけ殴ったんだっていう話だ。で、家族は、お袋はぶっちゃけその暴力振るうの嫌だったの。もう例えば俺と母ちゃんと父ちゃんで喧嘩、電車に乗ってるじゃん。で、そしたら親父が、親父って、その口論とか仲裁に入るタイプじゃなくて、もう、侍みたいな人で、弱い者いじめとか見ると、いきなりぶん殴るタイプなの。いきなり、普通の顔して、つか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 って歩いていって、そのなんか揉めてるところに、その、暴力振るってるやつに、いきなり暴力振りかざして、ボッコボコにするタイプなのよ。で、お袋が、あ、また始まったっつって、電車降りる、電車降りるよっつって、俺、子供の頃記憶あるもん。電車降りて、親父がもう、ボコボコになんか、殴りながら電車がこう、ブーンって行くみたいな。そういう親父だったんだけど、でもね、その、親父なんで尊敬できるかっていうと、その時の電車の中のことっていうのは、在日韓国人で、日本語があんまり上手じゃない在日韓国人がいたの。で、なんか、その、西洋人二人が、そいつのこといじめてたのよ。なんか、からかってたの、明らかに。その、なんか、英語かなんかで。もう見てわかるんだよ。その、で、韓国人がいじめられてるけど、耐えてたの、そいつは。で、その、白人かなんか黒人か忘れちゃったんだけど、ロシア人か、なんか外人二人がいじめてて、親父いきなりそこに乗り込んでいって、二人ボッコボコにしてんの。で、その韓国人の人っていうのは、日本語片言なんだけど、俺は一回も会ったことなくて、その現場見ただけなんだけど、10年間ぐらいずーっとお歳暮とかもずーっと来てた。もうあの時のことは一生忘れないって言って。超リスペクトされてたもん。そういうなんかかっこよさみたいなの持ってたんだよ。そう、力を身につけるっていうこととか、その、なんつうの、正義の使い方っていうか、
そう。なんかもうほんと侍みたいな人だったよね。だから暴力全然肯定派なんだけど、暴力っていうか、暴力に歯向かうための正義の力として、暴力を使うことはもう全然肯定派なの。もう悪い奴はもうぶん殴ってでも分からせるみたいな人で。そう。それはかっこよかったよね。俺はほら、腕力ない男だからさ、暴力とか震えないけど。ただその、被害受けた方を守られた人っていうのはさ、一生やっぱ勇気をもらえるわけじゃん。そういう人がいたっていうのに。でもね、やっぱ良くなかったよ。あの、会社とかでも、あの、役員になったんだけど、子会社の。子会社の役員になったけど、なんか、ムカつくその、大卒の超インテリじゃん。要は、ね、今、オリエンタルランドって言ったら、一部上場企業で超エリートが入るところじゃん。ね、その、インテリの現場を分かってないやつとかに歯向かって、携帯電話、役員が持ってる携帯電話バキって折って、思いっきりぶん殴ったらしいの。60過ぎてそういうことやるんだよ。あ、50過ぎてそういうことやるんだよ。それで役員から外されたとか言ってたもん。正義感の塊みたいな人。侍だよ、本当に。本当に、親父が、あのね、遊んでるとか、下ネタ言ってるとか、見たことない。本当に。俺のイメージは、ずーっと体を鍛えてるか、ずーっと本を読んでるか、ずーっと座禅してる姿しか見たことないの。本当に。多分ね、親父がこの放送見たら、発狂するよ、多分。俺の動画見たら、多分、親父泡吹いて死ぬと思うよ。そういう人なの。いる？今時そんな人。だからもう超、なんつうんだろう。変な人。本当に侍みたいな人。だから親父が、その、俗っぽいことをやってるのを見たことないんだよ。初見さんいらっしゃい。だから、その、なんつうの。まあ、その浮気して、子供を捨てて出て行ったわけだけど、なんだろう、その、養育費とかが遅れたっていう話も聞いたことがないし、金に困ったっていう話を聞いたことがないの。母親から。だから、親父に話聞いたら2億ぐらいトータル払ってるんだよ。その7000万の一軒家と、養育費、その3人分の20歳になるまでかな ?18 歳か20歳か忘れたけど、3人分の18歳になるまでの養育費、慰謝料。浮気はし、いや、浮気は OK かどうか分かんないけど、いや、それで離婚したわけだから。俺は別に俺のことじゃないから俺はどうでもいいって思ってたけど。まあ、子供頃だったか分かんないけど、今ではそう思ってる。別に親父も男なんだからどうでもいい。俺とお袋の問題だと思ってるから。子供を巻き込むなっていう話だよね。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、カッチン、フォローありがとう。はい、若津。そうなんだよ。だから、親父に、親父のその格好悪い背中みたいなのは見たことなかったね。あ、寝不足なんだ。寝た方がいいよ。ヒロさんいらっしゃい。寝な、寝な。寝不足は良くないよ。特に30超えてから寝不足は効くようになったよね。エヴァンゲリオンのセリフであるんだよ。30超えるようになると徹夜が答えるわね。っていう赤木律子先生のあのセリフがよく分かってきたよ。お父さん生きてるね。お父さん生きてるね。バッグこれ6万ですね。バッグ6万です。はい。まあキックボクサーっていう説明をしてるけど、厳密に言うと空手家なんだよね。生きてるうちに倒して超えていけ。倒すっていうか、その、なんだろう、親父、なんだろうな、倒すとか、そういうのがないんだよ。だから、親父と喧嘩したこととか、口論になったことが生まれて一回もないの。これ、ヘルツっていうブランドですね。なんつうんだろう。普通さ、親父と、親父が格好悪くて、喧嘩して超えていくっていうのが普通の過程だと思うんだけど、親父の隙がないんだよ。ていうか、尊敬の対象なの。ダメなところを見たことがない。マサさん、バーガーたくさんありがとう。本当に。だから、その、親父と仲悪くて喧嘩するみたいなのは羨ましいんだよ。ないもん、俺、一つも。一つも欠点がないと思ってるから。完璧な理想像だね。ヘルツですね、ヘルツ。渋谷ヘルツで検索すると出てきますね。和道さん若かった、同じくらいかと思った。カッチンいくつなの？俺31だよ。老け顔だけどね。
バカプレゼントありがとう。ランドセルも、もう、またかよ。もう昨日ずっと言われたんだよ、それ散々。ま、なんだよ。それ以上になるために戦うんだよ。いや、俺はだから、その生放送をやるとか風天で生きるっていう、こういう生き方をしてるのが親父に対するカウンターだと思ってるから。親父はだからさ、その、なんつうんだろう。その、侍みたいな生き方してるけど、俺は俺の美学があるわけよ。親父ではないっていうのは、俺の戦いなのよ、これは。だから、それは、だから、その、金稼げるようになってきて、その、親父を超えるかっていう話じゃなくて、親父に認められるようになるっていうか、ていうかね、親父がね、別に自由なことやれって人だからね。そうそうそう。だから、俺は、親父がこれをやめろって言っても、俺はやめないから。だから、それは多分伝わってるだろうし。だから、それは俺の戦い方だよね。親父の教えた通りの生き方してないから。でも、これマジの話するとなんだけど、いくつの時だっけな、20歳、20歳の時に親父からいきなり電話がかかってきて、要は、俺が、なんつうんだろう。まあ、肩気な生き方できないっていうのを分かってるわけよ。要は、中学卒業して高校行かなかったりとか、働いてたりとか、まあ、バンドやってたりとか。要は、まあ、要は、俗に言う不良だなっていうのを分かってたの。で、二十歳の時に、いきなり親父から電話かかってきて、なんだお前って、真面目にやる気はないのかって、その、怒ってるわけじゃなくて、要は真面目に生きてく気がないのかっていう話をしてきて、ああ、そうだねって言って、飯食えなくても、バイトしてでも音楽とか、好きなことやって生きていきたいって言ったら、そうかって言って、お前はじゃあ仇じゃないんだよって。お前は仇じゃないんだよって、その時に言われたの。で、わかったっつって。じゃあ、お前が、和彫り入れるんなら、今すぐ300万用意するから、お前和彫り入れろって言われた。二十歳の時にだよ。要は、仇じゃない人っていうのは、そういうものを背負っていかないといけないんだと。で、お前は、ろくでもないんだったら、ろくでもないことを極めないといけないんだから、俺が300万すぐ用意するから、俺の指定した和彫りを入れろって言われて、頭おかしいな、こいつって思った。その時はさすがに頭おかしいと思ったね。俺は断った。トライバル好きだから嫌だっつって断った。だから、なんつうんだろうな。なんか、なんて言うんだろうね。極め、道。なんだろうね。極道か。だから、そう、昔の極道とかが好きな人なんだろうね。多分。だから、侍っていうよりもなんか、道が好きな人なんだろうね。要は、半端にやるなよっていうことを常に言ってたね。そう、やるんだったらやりなさいっていう。そう、間違ってても、何でも関係ないから、人の目なんか気にしなくていいから、これだって思うんだったら、半端にやるなっていう教えだった。俺は、墨入ってないですね、結局。お絵描きは一つもないですね。別に、バカにするつもりもないし、入れようが入れまいが好きにしていいと思ってるんだけど。そうそうそう、中途半端はやめなさいっていうことだけが教訓。親父の。半端にやるなっていう。だから一流の人間には誰でもなれるっていうのが親父の考え方で、一流の人間にならなかったら許さないみたいな感じだね。どんな道でもいいから、どんな世界でもいいから、一流になりなさいっていう。一流にならないと超一流は語れないからって。本当に天が持ってるか、天が才能を与えてるかどうかっていうのは、超一流っていうのは一流しか見抜けないんだと。で、一流の中から選ばれし者が超一流になれるんだけど、それはお前は持ってないと。もう天性でそういう気質だからって。で、一流には誰でもなれるから、お前は一流にならなかったら許さないみたいなことは、もう小学生の頃から言われてたの。幼稚園とか。もう一流論みたいな。そう、一流には誰でもなれるみたいな。でも、親父の、その、人生でさ、27歳、まあ、32歳までプロボクサーだったの。で、日本では、チャンピオンにはなってなくて、多分2位か1位のランカーだったのよ。日本で。2位か1位のランカー。で、韓国ではチャンピオンになって、フィリピンではチャンピオンになってんのよ。で、ムエタイ好きな人だったら、昔のムエタイ好きな人だったら絶対知ってるっていう、伝説のムエタイの選手がいるのね。もうゲームのムエタイの選手の、
なんつうんだろう、フォーマットになってる選手がいるの。国民栄養賞を取ってる。その選手と唯一戦った日本人なんだよ。そうそうそう。だから、親父は確かに超一流っていう、そういう人を倒したりとか、チャンピオンになったり、世界チャンプとかになれなかったんだけど、まあすごいじゃん。韓国のチャンプ、国内チャンピオンとか、フィリピンの国内チャンピオンとか、日本でランカー1位、2位取ってるわけじゃん。で、そういう国際試合とかも出てるし、要は一流になってるし、で、27で俺が生まれるっていう時に就職してるわけよ。で、35ぐらいかな？もう、お袋の話だと結婚して子供3人いて、30ね、2か3の時にはもう年収1000万超えてたんだって。ありえないじゃん。その、なんつうの、本当にバカ真面目な人で、仕事に対しても何に対しても。だから、一流なんだよね、結局。うん。そう。ウラル？ウラル？はいはい。え、ウラルはわかんないわ、今。うん。勝手に探して。うん。だからまあ、なんか説得力があるんだよね。そういう言葉に。だから、親父の記憶がある限りでは、睡眠時間3時間とかだったね。寝てないの。ずっと走り込んでたりとか、仕事してたりとか。うん、変な人だよね。島津の島が違う。山辺に鳥の方、リングネームだから。うん。山辺に鳥だね。ていうか、ローマ字だね。海外の SEO だったから。うん。でも、未だに、その、なんか、プロの世界でジムとかやってる古い60代とか70代の人とかに行くと、お前の父ちゃん有名だぞみたいな言われるね。うん、そのなんつうの、そういう格闘業界の人とかに、あの、そうそう、まあ格闘業界の話するときさ、あ、親父ボクサーだ、キックボクサーだったんですよって言ったら、本名を言ったらすぐ分かってくれるね。もしかしてあの人かみたいな。やっぱ狭い世界なんだろうね。配信でもそうじゃん。うなちゃんマンって人がいてさ、俺の親父うなちゃんマンなんですよって言ったらわかるじゃん、やっぱり。配信見てる人からすると。ああ、知ってるよみたいな。お前の親父有名だよみたいな。多分そういうノリだと思うんだけど。業界ではやっぱ知ってる人多いみたいな。っていうのも、なんか日本ですっごいキックボクシングブームがあるんだけど、親父はもうその頃選手じゃなくなってるんだけど、すっごい有名な日本人選手いなかったっけ？なんか飛び膝蹴りやる有名な選手いなかった？わかんないけど、日本のキックボクサーで。誰かわかる人いる？なんかそれを引っ張ってきたのが親父らしいんだよ。あの、キックの世界に入れたのが親父らしくて。なんか、ディズニーランドの新入社員だかバイトだったらしいんだけど、身体能力とか見て、もうこいつ天才だと思ったらしくて、それでキックの世界やれっつって、で、チャンピオンになったらしいんだよね、その人。沢村忠史だったかな？年代違くない？沢村忠史。三島なんとかって人だったと思ったけど、俺、その辺わかんないんだよね。レミー・ボンヤスキーじゃねえだろ、どう考えても。なんで俺の親父がレミー・ボンヤスキー引っ張ってくるんだよ。日本人だろ、そこは。なんでディズニーランドの新入社員でレミー・ボンヤスキーがいるんだよ。もういろいろおかしくなるだろ。考えろや。ちょっと頭使ったらわかるだろ。沢村忠史かな。世代が違うと思うんだよな、沢村忠史は。うん。多分三島っていう人だと思う。多分。73歳だから、親父より年上じゃねえかよ、沢村忠史。検索したらわかるだろう。沢村忠史、親父より年上だわ。なんで親父がスカウトしてんだよ。うん。うん。キックボクシング始末で出ない。まあネットの、だからネット、なんだろうね。ちょっと待って。俺が検索するよ。
古い選手だからな。はい、こんばんは。この辺とかじゃん。ローキックローソン、何の話だろう。うん、歌はどうなったの。なんか明日もう一回カメリハがあるって言われた。明日か明後日もう一回打ち合わせしたいって言われてる。練習しないとな。こんばんは、ヒデさん、いらっしゃい。腹減ったな。ニットンさん、花火ありがとう。嬉しいよ。ね、ありがとね。お話が面白いからチップあげるっていう発想が好きだわ。2回ありがとう。3回、4回、5回、5回のスクワット全然効かなくなってきたからな。毎日何十回かやるの平気になってきたからな。多分100単位200単位とかじゃないと効かなくなってきたな。でも常に筋肉痛はあるけど、心地いい感じの筋肉痛だよね。なんかどんどん太くなってくって。まあ世代が世代だからな。だって82年の記録とかって俺が生まれる3年前でしょ。ネットっていう文化がないから腰相当落としてる。うん、一番きつい形でやってるよ。不正はしてない。うん、まあ、こんなもんじゃないの。アメリカ人ともやってんだ。こっちもありがとう。嬉しいわ、ありがとう。のんたんにまたタコス作ってもらわないと。あ、その後親子丼作ったらすげー喜んでくれて嬉しかったね。美味しい美味しいって。大げさなんだけどさ、のんたん一回一回なんか今まで食べた親子丼の中で一番うまいとか言い始めて、大丈夫かなと思って。トランス聞きながらスクワットしてると逆に冷えてくる。おー、外人と何？昭和の頃ってネットなかったんだね。あやかいくつ？あやかいくつ？俺はだから、その、俺が生まれて、この時代に生まれてよかったっていうのは、もうパソコンとインターネットの、その、黎明期、ゼロの頃から知ってるっていうのがすっごい嬉しい。その ADSL とかさ、もっと言うのはダイヤルアップとかで繋いでた頃。沢村動画、沢村親父じゃないわ。なんで動画見たいの。ちょっと待って、ちょっと待って、これで合ってるかな。ていうかね、あの敵の選手の方が有名だから、なんつったっけな、ちょっと待ってね。なんだっけ敵の名前。お腹いっぱいいいな。こんばんは、恐怖のこたつさんいらっしゃい。なんだっけな。なんだったっけな。タイの、選手の名前が出てこないわ。26か。
いやいやいや、パソコンって本当に爆発的に進化したんだよ。なんだっつっけ。選手が出てこない。なんだったっけな。なんだっけ。そんな若くねえわ。ね、なんだっけ。ちょっと待って、ね、いやもう超古いよ。俺が生まれる前の話だから。臭いけど検索するわ。なんだっけ。これも2ちゃんでなんかそんな話してたらリスナーが引っ張ってきて感動したんだよな。ちょっと待ってね。腹減ったな。これだな、多分。フリースタイルマーシャルアーツ選手権。フリースタイルマーシャルアーツ世界選手権。あれだよね。K1 とかなかったから、羨ましいとかは言ってたよな。出てこないな。なんだっけな。しかも外人がアップした動画だったんだよね。島津なんだっけ。敵の名前思い出さないと無理だわ。敵の名前がわかんないから。なんだっけな。ディーゼルノイだ、思い出した。ディーゼルノイ、あった。ディーゼルノイ、ディーゼルノイと唯一戦った日本人で、あんだ。スクワットしなくていい。いや、やりますよ。花火ありがとうございます。匿名さん花火ありがとう。ディーゼルノイズね。K1 パンチより、ありがとうございます。ブルさん花火ありがとう。1回、2回、うわ、3回、4回、5回、ブルさんありがとう。よいしょ。ディーゼルノイってどんな選手か見せようか。じゃあちょっと待って。ディーゼルノイ、ちょっと待って。あ、なんでエコー聞いてんだ。ディーゼルノイ、あ、間違えた。これがディーゼルノイだね。手足が長くて首相撲するっていうムエタイのスタイルを作った人な。で、この人なんで、その、タイで国民栄養賞を取るぐらいの選手になったかっていうと、相手のことを初戦でチャンピオンになった時ぶっ壊しちゃって、2年間誰とも戦ってなくてずっと無敗のチャンピオンだったの。倒す選手が全員壊れて再起不能になっちゃったの。そう、首相撲のキックっていうスタイルを作ったのこの人は。このスタイルじゃなかったんだよ、キック、ムエタイって。だからあの、ゲームとかの手足長くてこのスタイルのキック、キックボクシングってこのスタイルになってるのは、この選手が作ったスタイルなの。まあトレーナーが作ったスタイルなんだけど。まあ、中継量級でこのスピードで、この膝蹴りは頭おかしいよね。だから YouTube 見た時感動したもんな。なんでこんな古い V が残ってんだっていう。ディーゼルノイ、これだ。燃えていた A 軍団軍に、ラグビーナショナルクラブ。
ประเทศในยุโรปในอเมริกาและในเอเชียตลอดจนอาจจะมีจากทวีปแอฟริกาอะไรต่างๆมาร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปこれがだから親父が27ぐらいの頃ですよ。ในคราวนี้ก็มีเพียง4ทีมเท่านั้นคือจากสหรัฐอเมริกาจากเกาหลีใต้จากญี่ปุ่นและจากประเทศไทยผลก็ปรากฏว่าในรอบชิงชนะเลิศมีนักมวยญี่ปุ่นเข้ามาชิงชนะเลิศมากทีเดียวพร้อมกับนักมวยไทยเราครับญี่ปุ่นก็8รุ่นนักมวยไทยเราก็7รุ่นก็นับได้ว่าไม่เลวทีเดียวครับแต่ว่ามวยไทยเราก็ชนะรวดกันมาแล้ว2คู่คู่นี้จะเป็นคู่ที่3顔でわかるでしょ俺の親父って。顔一緒でしょ顔一緒でしょ作りが。おでこと、目と、高い鼻。ไม่เลวทีเดียวครับแต่ว่ามวยไทยเราก็ชนะรวดกันมาแล้ว2คู่คู่นี้จะเป็นคู่ที่3คู่ที่4ครับคู่ที่3ครับของมวยไทยเรานะครับนักมวยไทยเราคู่นี้ก็จะเป็นคู่ที่3ヒカドリザわかんない URL 貼るよ4期1ทั้งコヌキなんรู้สึกจะตัวเตี้ยกว่าเยอะครับจะเสียじゃあ URL 貼るわ勝手に見てくれ、うん、20万再生もいってんの、うん、あーそうだねそういう系統の顔だね、うん、親父はそうだねうん、そういう系統の顔、うん、ディーゼルノイの試合は結構見てるけど全く知らんかったディーゼルノイと唯一やった日本人が俺の親父キック好きなの、うん、うん。うんうん俺の親父が戦ってますね。蹴る方も痛そう。いや、もうなんか中軽量級だとムエタイが絶対最強だって言ってた親父は。なんか、タイでムエタイ修行何回も行ってるんだけど、もう3歳の子とかがミットとか蹴ってるんだって。で、もう1日のトレーニング量が7時間とか8時間とか当たり前の世界なんだって。だから、プワカオとかさ、引っ張って最強なのはわかるんだけど、ああいうレベルじゃないんだって。あれは、そう、見せるため用の選手っていうか、あんなのがゴロゴロしてるんだって、タイって。だから、中軽量級は、もう本当に勝てないって言ってた。立ち技は最強はムエタイだって。まあ、その本人の戦った感想だから、実際はどうかわかんないよ、俺は。世代もあるだろうし、どこが強いみたいな。ただ、その、ハングリー精神とか、心の強さとか肉体の強さとか取り組み方がもう全然違うんだってタイは本当に成り上がるためだったら身を削んないといけないそうそうハングリーさが違うみたいなこと言っててうんそれは覚えてるかな絶対その日本人は勝てないよっていうだから練習しないとダメなんだみたいなこと言ってたね新しいフォロワーさんマリアさんフォローありがとうこれブックマーク入れとくか、うんうん、勝負に絶対はないあまあだからその親父の中では比喩表現って意味ね、うん、要はそれくらい強いんだよっていう例えじゃん言葉って、うん、山本キッドもタイで練習してるよねやっぱタイがやっぱ強いんじゃん心が骨って鍛えられるのだから俺が子供の頃実家にあったものっていうのは折れたバットが並んでた庭に要はバットを蹴ってるのずっと木のバットをで何回も何回も蹴ってると曲がって歪んでこう木がさこうパキって割れて跳ねてくんので最終的にはうらーみたいな感じでバキンって折れるのバキンって折れるポキって折れるんじゃなくてミキミキミキっつってなんつうの毛羽立つっていうのああいうバットがいっぱいあんのうん、あと、サンドバッグが吊るされてたり。だから、鉄のバットも蹴ってボコボコに凹んでたよ。で、親父のすね、現役の頃触ったことあるけど、鉄。ここが鉄なの、本当に。何蹴っても痛くなかったって言ってたよ。うん。だから、ここに、そう、バットとか、ちょっとコーンってやっても全然効かない。うん。骨密度が、もう、鉄なんだよ、本当に。皮膚も。カッチンカッチンなの。で、真っ黒なの。一部が。あんなので蹴られたら死ぬよ、本当に。普通に折れる。
子供とか女とかは骨がポキって折れるよ。だから腕もこんな太かったし、うん、だあと拳がね変な形なんだよな。もうあのボクシングとか空手やってる人だったらわかるけど、すぐなんかおかしいんだよね拳の形が。あ、神経殺してるね。なんかここの二つが一個に繋がってるの。でっかくこうなんつうんだろう、この二つあるじゃん、これが一個のコブになってんの意味わかんないでしょ言ってる意味。血の塊みたいな、血コブみたいだ。で、この二つがとにかく潰れてんのよ。潰れて盛り上がってる。一個の拳になってるっていうか。そう。精神面がすごかったね。とにかく。とにかくそう。だってさ、毎朝、朝3時に起きて10キロマラソン行ってから会社行ってたよ。で、夜中の10時か11時に帰ってきて、残業やって。で、その、なんか、俺の部屋で睡眠3時間ぐらいとって、で、起きて、おい、お前も行くぞ、みたいな。高水起きろ、みたいな。俺は嫌だ、っつって。うん。で、10キロ走って、汗だくになって帰ってきて、サウナスーツ着て。で、そのまま会社行く、みたいな。化け物だな、と思った。今考えると化け物だよね、本当に。うん。新さんいらっしゃい。基本その2本です。あ、そうなんだ。ここがね、なんかね、この2つが、マッタイラは見たことあるの、空手家の。マッタイラとも違うんだよ。この二つが一個につながって、ボコってなって、黒くなってんの。血豆っていうのかな。コブ？コブ？チコブっていうの。なんかこの二つが一個になってんの。今はそうじゃなくて、もう普通の手になって、ここの骨がでかい感じなの。もう、ボコって、ボコ、ボコ、ボコってなって、なんか赤ちゃげてるって感じなんだけど、その、子供の頃の印象は、もうその変なコブ？もう血がずっと溜まってるみたいな。よくわかんなかったね。なんか、だから親父がよく言ってたのは、現役の当時は実際どうかはわからないけど、俺は本気でアントニオ猪木を殺せると思ってたって言ってたよ。だから、親父の世代ではほら、アントニオ猪木は最強なわけじゃん。だから世代がわかんないから、俺らのイメージで猪木って言われてもさ、よくわかんないじゃん。あの、政治家のおじさんみたいなパフォーマンスの。そうじゃなくて、本当にアントニオ猪木って世界で一番強いみたいなキャラでやってたわけだから、この、大山マスタツのことを先生って言うし、今でも。マスタツ先生みたいなことを言うの。あと、アントニオ猪木は俺は殺せるみたいなことを本気で思ってたし、多分できたみたいなことを本気で言うんだけど、それくらいのトレーニングはこなしてたよね。怖いことはないのかな？どうなんだろうね。わかんないけど。親父がね、だから、親父がだから泣いてるのをこの前初めて見たんだけど、生まれて初めて見た時、親父が涙ボロボロ流してるの見て衝撃を受けたよね。衝撃だったよ、本当に。30歳になって、親父が泣いてると思って。俺が30ね。親父が泣いてると思って、年取ったなと思ったよ。うん。あと、なんだ、巻き藁で鍛える。なんか抜き手やるやつでしょ？なんか竹とかいっぱいあったよ、家に。猪木って顎をしゃくれたおじさんのイメージしかない。すごい人なんだ。いや、だから格闘技の牽引してた。だってモハメド・アリとやってんだもんね、一応。うん。その当時でありえないことだからね。だからさ、みんなさ、猪木ボンバイエの元ネタ知らないんだよね。あれってアリ・ボンバイエなんだよ、原曲。アリ・ボンバイエ、アリ・ボンバイエっていう曲なんだよ。それを、猪木とバーサスアリで、向こうがアリボンバイエやったから、猪木ボンバイエで被せて、で、猪木ボンバイエが定着したんだよ。猪木ボンバイエは、パクリなんだよ、あれ。アリボンバイエの。うん。なんで泣いてたん、お父さん。いや、俺が捕まって、生活保護になって、お前の人生狂わせてごめんって号泣してたよ。お前の人生狂わせたのは俺だって言って、本当にごめんって号泣してたわ。うん。うん、政権はまっすぐ打つから平らになる。おお、なるほど。結局親父間違ってたね。うん。まあいいんじゃない。別に俺は親父のせいでも何でもないと思ってるから。うん。全部自分、全部自己責任を負うって決めてるから、自分の人生に起こったことは。
いいことも悪いことも全部自己責任だと思ってるから。だから親父にはお前は関係ないっていう。親父は全く関係ないって言い切ったよ。だから、そんなこと考えなくていいっつって。俺は俺がやりたいことやって、いいことも悪いことも全部自己責任を負うから、それは違うっつったよ。まあ、親父は俺のこと溺愛してたからね。思うところがあったんでしょう、多分。ちゃんと育てたかったんだよ、多分親父は。離婚するときも高光だけは連れてくって言ってたもん。何かしら何かを感じてたらしいよ。何かはわからないけど、結局。なんかあったんじゃないの？わかんないけど。まあ、それはね、親になってみないとわかんないよね。なんか思うところがあるんでしょ。でもまあ別に、なんだろう。まあ、それでも欠点がないね。それでも、なんだろう。なんだろうな。ダメなところを生で見てるから、見たことがない。ダメなところを生で見たことないから。だから口だけのやつって5万といるじゃん。本当に口だけのやつは5万と見てきたけど、なんだろう。行動してる人を見たらさ、否定できないよね、やっぱり。和道さん子供欲しいと思う。俺子供いる。自分の子供だと思ってないけど。そういう意味で言うなら子供はいるんじゃん。俺は親父ではないけど。DNA はいる。だから、なんだろう。だから、ワンピースっていう作品は、それを本当にうまく書いてて、結局血じゃないんだよ。だから、家族っていうのは関係性の深さだと思ってるから。そう。そのつながりの深さ。ワンピースってそれを書くじゃん。育ての親が違くても、親は親って書くじゃん。ちゃんと。そこが面白いよね。だから俺は儒教を信仰してないから血のつながりなんてクソだと思ってるから。だから親父を尊敬してるのは血がつながってるから尊敬してるんじゃなくて、一他人として見た時に生き方がすごいから尊敬してるだけなのよ。その、親父だから尊敬するっていうのはないの。逆に言ったら俺母親のことボロクソ言うじゃん。だから結局、一個人の人間としか見てない。なんて呼ぶんだろう。新しいフォロワーさん。キャットスイッチさん。スイッチさん、フォローありがとうございます。育てた人が親。血のつながりはクソみたいな。実際俺じいちゃんがそうなんだよ。俺がじいちゃんだと思ってる人は、俺と血のつながりがないの。だから俺、本当のじいちゃんね。もう死んじゃったんだけど。だからじいちゃん3人いるんだよ。だからね、なんか普通のね、俗に言う普通の家庭の価値観はない。子供の頃から。全くない。まるでない。じいちゃんが3人いるっていう特殊環境だから、まず。大前提が。で、親父も変でお袋も変だから。だから俺は、だから、じいちゃんがいて、亀じいがいて、亀じいは父方のじいちゃんなんだけど、ブログに書いた亀じいがいて、その株やってた先見の銘があったじいちゃんね。ハートありがとう。で、あとは西目淳二っていう血の繋がったじいちゃんがいるんだよ。
あ、特殊は特殊だよな。家庭環境がね、面白いんだよ。でもね、その血筋みたいなのは全然そのないとは思ってるんだけど、人間は環境が作ると思ってるね。要はなんかハングリー精神の強さであったりとか、そのなんか忍耐力みたいなのは人よりあると思ってて、っていうか あるように見えても鈍感なだけなんだよ。ストレス耐性がすごい強いと思ってんの。あの、それはね、多分ね、家庭環境だと思う。うん。私も血の繋がってない父親に育ててもらったけど感謝してる。でもやっぱり血が繋がってないって寂しい。寂しいけど親父は親父だよ。育てた奴が親だよ。うん。そう。なんでかっていうと一緒にいることによって空気とかオーラとか全部似るんだよ。育てた奴に。顔は似ないよ。顔は DNA だから。でもね、思想とかね、そう、心とかね、心意気とか心とかね、やっぱ仕草とかね、全部ね、環境が育てるから。環境が育むんだよ。だクレイジーな家庭に生まれてよかったと思ってるよ。俺普通に見えるかもしんないけど全然クレイジーだから、うん、根本がクレイジーだから、うん、それをね、あの補強してるだけだから、うん、偽ってるんだよ俺は、うん、モビルスーツで。ガチガチにね本能を抑えてるんだよ。だからその自分の中に流れる業みたいなものは感じるもんね。腹減ったな。てか、飲んだん、俺のスイートハニーは何やってんだ？パチンコに狂ってんのか？今出始めたって。ちょ、飲んだんに電話しようか。負けてるらしいな、飲んだん。飲んだん勝ってるかな？はい、彼氏よりパチンコかよ。彼氏よりパチンコですか。うん。のんたんなんかパチンカスになってるね。昨日勝ったのに、昨日勝ってね、4万勝ったら勝ち逃げすればいいのにね。だから下手に勝つとハマるんだって。うん。引き際は大事よ。うん。だから今日も打ちたくなっちゃったんでしょ。なんか6時ぐらいのメールが入ってて、なんか今出始めたって書いてある。いや、いいんじゃん。俺別にパチンコやろうが何やろうが、全然そういうのは気にしない。うん。全然破天荒でいいよ。うん。だから働けとも考えないもん。うん。そんなことより俺はのんたに絵を描いてもらいたいんだよ。うん。そう。のんたんが、のんたんはもう絵描くしかないと思ってるから。いや、お金絡んでるからだけだよ。あんなのだってさ、お金かかってないでゲームセンターにパチンコ台置いてあっても誰もやらないよ。そうでしょ。うん。のんたんの絵はすごいよ。うん。うん。ヒカルくんどうなるかな？え、結局昨日やんなかったの？どうなんだろう。うん。なんか昨日やると思ってたんだけどね。結構張って待ってたんだけど、やらなかったね。今日の夜やるってことなのかな？引っ張ってんのかな？まあ何か結果残したら大手に、不動の大手になるだろうね。ゲーセンのパチンココーナー儲かってるんだな、これが。それはだから、パチンコっていう前提があって、パチンコをやってる人がお金ないからとか、試し打ちでやるわけじゃん。俺が言ってんのはそういうことじゃないよ。パチンコ、っていう、そのメインの課金できる方を取っ払って全部ゲーセンにしたら儲かるかって話。やらないでしょ。っていうか人口は多分9割ぐらいいなくなるはずなんだよ。一部の人だけなんだよ。だから、あの、なんていうの、ゲームセンターじゃなくてもいいんだけど、パチンコ業界を違法だから禁止しますって。いや、合法になったんだけど最近。完璧な合法になったのね、最近。で、パチンコ業界は違法です。だから携帯アプリだけでパチンコやってください、お金は払うだけですって言ったらやらないでしょ。1000円入れてやる？やんないでしょ。
慣れ合いとかはしたくないけど、彼女さんの絵は見たい。別に慣れ合い、っていうかさ、よく慣れ合いがどうのこうのとか言うやついるけど、それがよくわかんないんだよね。なんかネットで別に仲いい人と慣れ合うのは普通だと思うんだけど、俗に言うなんか、そのネットで呼ばれてる慣れ合いはかっこ悪いみたいな文化って何なのあれ。俺ネット民じゃなかったからわかんないんだよ。そう、慣れ合いは、慣れ合いかよとかさ、慣れ合いは俺はしないとかさ、そう。仲いいやつと普通に笑顔で話することって慣れ合いなんだろ？そこを否定するっていうのは何なの？わかんないんだよな、それは。うん、別に慣れ合いじゃなくて、そこは好きなやつと話す、媚び売りたくない。媚び売るのと慣れ合うのは違うと思うけどな。うん。媚びは売らなくていいんじゃん。ニットンが、だって俺に媚び売ってないじゃん。俺もニットンに媚び売ってないじゃん。でもさ、共感できることは楽しいねって。意見違うときは、それ違うんじゃねえのって言い合うのが、俺普通の仲間だと思ってるから、なんかそれを否定するっていうのは、なんか、孤独を、なんかニヒルに俺は孤独だぜみたいなこと言ってるけど、配信見てる時点で孤独じゃねえんだよ。うん。要は孤独、寂しいのを埋めてるわけじゃん、絶対に。じゃなかったら、生放送って見ないはずなんだよ。うん、そう。だから、みどりさんのその、なんか、変なる、みどりさんが言ってることって全部間違ってんの。そう。みどりさんが作ったルールあるじゃん。あれ全部間違ってるんだよ。本人守ってないし。だからね、みどりさんのあの文化は良くねえよ。暗黒の文化は暗黒だけでやってもらいたいんだよね。暗黒だけでノリでやるならわかるの、プロレスで。そうだよな、慣れ合いはダメだよな、みたいなノリをあそこでやるのが正しい暗黒の見方で、本当に洗脳されてるなって思うの。暗黒脳は。本当に暗黒脳なんだよ。あれはダメ、俺。俺、みどりさんは普通に尊敬してるし、あれはあれでキャラ面白いと思ってるけど、あれをガチで進行してるやつはどうかと思うよ。うん。いっすー、田中さんいらっしゃい。最近何でも、媚び売りだと勘違いする人いる。配信者とリスナーの間でも慣れ合いとかあんの？何も気にしたことなかった。わかんないけど。なんだろうね。慣れ合い、何が慣れ合いなんだろうな。慣れ合いって難しいな。俺は慣れ合いがよくわかんないんだよね、その。俺は慣れ合わないみたいな。なんだろう。わかんねえな、うん。別に好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやりたいっていうだけで生きてるから。本当にこれだけだから。バーガープレゼントありがとう。オフ会行ったら慣れ合い？わかんない。わかんねえな。なんなんだろう。俺は別に、もう一回言うけど、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやりたいはだけなの。だからそれが今配信っていう手段になってるだけであって、変わる可能性もあるけど、そこからブレてないだけだから、たまたま配信っていうツールが好きなだけなんだよ。で、お前らが好きなだけなんだよ。だからそれで慣れ合わないとか言われても、わかんねえな。慣れ合うけど、みたいな。新しいフォロワーさん、なんて読むんだこれ。なんか、ハムさん、フォローありがとう。一匹キャラなのかな？わかんないけど。人間は孤独には耐えられないと思ってるから。ハートありがとう、フリン。まあね。慣れ合いとか囲いとかよく言うよね。私もわかんないけど。囲いはわかる、俺。囲いはダメ。したら単純に彼女さんの映画見てみる。そうそうそう、それでいいじゃん。そう、ニットンいいよ、そこだよ、ニットンそこ。あのね、余計なワードだったんだよ。俺アスペだからそういうの敏感なんだけど、彼女の絵見てみたいわーって言えばいいところを一言加えることによっておかしくなるの。俺は慣れ合いをするつもりはないけれども、彼女の絵は見てみたいな。おかしいでしょ、ここなんだよ。要は俺は慣れ合わないよっていうのをアピってることになるの。それが気に食わないの。慣れ合わないのになぜアピるんだっていう。俺、慣れ合いたくねえけど、お前と飯食いに行っていいか。慣れ合ってるじゃんって。俺、慣れ合いたくはねえけど、次の映画、お前と一緒に見に来てえわって。いやいや、慣れ合ってるから。俺、慣れ合いは嫌いだけど、今度カラオケ行かねえ？いやいや、慣れ合ってるから。俺、慣れ合いは嫌いだけど、おすすめの本を紹介して。いや、慣れ合いだから。もういい？そう。自分に酔ってるだけだから。
や、そういうことだよ、俺が言いたいのは。そういうことだよ。答えが出たんだよ。うん、答え出たよ。ハートありがとう。うん、腹減ったな。もう大丈夫。うん、そうだな。これ以上やると俺のアンチが増えるだけだから。もう、あと一歩やったら、ニットンが俺のアンチになるなっていう予感がしたから、もうやめとこうと思って。うん、今はニットン面白いじゃんっていうキャラ付けができたところで、ニットンっていうキャラが確立したぐらいになったけど、これ以上やると悪い癖が出てニットンがガチでアンチ化すると思った。ちょっとニットン面白い、慣れ合わないキャラを完成させたぐらいでやめとこう。俺がせっかくセットアップしたんだからそのキャラ守れよ。俺がせっかくここまで時間かけてセットアップしたんだからそのキャラは守れよ。わかってるな。壮大な振りだかんな。ノンタンメインで、ワドおまけで、よろしく。ノンタンね。ノンタンも、でも配信始めたらしいからね。人気者になったね。そうか？あんま実感ないけど。人気者になったのかな？ヒロシさんいらっしゃい。人気者？人気者か？どうか？実感ないね。旗から見えるとそう見えるのかもしんないけど。俺は今楽しいよ。配信やってて。ただ人気者だとは思ってないよ。相変わらず嫌われてると思ってるけど、なんか一部の層っていうか、すっごい一部の層に再評価されてるだけであって、あんまりその周りの評価って変わってないと思ってね。ノンタンふわっち今日配信やってたらしいよ。だからノンタンフォローしてないからわかんないでしょ。ノンタンのツイッターをチェックしないとダメだよ。贈り物すごい。ああ、そうだよな。あ、そっか、俺の感覚、そうだわ。ヒロシさんの言う通りかもしんねえわ。俺の感覚が狂ってるね。確かに、配信で稼ぐの当たり前みたいになってるし、配信で物もらうのが当たり前みたいになってきてるね、俺ね。よくないね。知らない間に当たり前になってきてるのかもね。ちょっと今しめていかないとね。そうだよね。俺人気者だわ。よくよく考えたらすげえな。よくよく考えたらすげえな。人気者だな。うん。すげえな。ノンタン、なんか、配信してたよって、さっきコメント流れてたよ。うん。ふわっちゃかフォローしなよ。フォーカスされてる感じ。あー。フォーカスってそういう風に使うんだ。俺、フォーカスっていう単語、日常会話で使うやつ初めて出会ったから、ちょっといいな。俺明日多分フォーカスって言葉使ってると思うけど気にしないでね。明日の生放送多分フォーカスがやたら多用されるかもしんないけど、それ気にしないでね、突っ込まないでね。フォーカスってそういう風に使うのか。フォーカスって日常会話で使うやつ初めて見たわ。フォーカスね。日本語にするとフォーカスって何なんだろう。ロイヤリティ払ってね、うるせえわ。それはかっこ悪いわ、フォーカス。フォーカス。焦点を定めるみたいな感じだよね。注視するみたいな感じなのか。注目する、注目が一番近い使い方かな。この使い方だと。でもなんかいいね。フォーカス。初心忘れたらダメだよね。初心忘れたらダメだよ。本当に。それは本当。初心に答え全部詰まってるから。初心ってね、邪心がないから動機がね、綺麗なんだよ。結局だから初心に帰れってそういうことなんだよね。初心はブレてないんだよね。結構感情的な動機だから。ハートありがとう。ハートありがとう。カムツイストが動かないって焦ってた、あの頃。今だからカメラなんだろう、 Windows の仮想カメラデバイスが分かんなくて、カムツイストは Mac でできるけどさ、キャプチャーができないのが辛いんだよね。ふわっち
キャプチャーはやるつもりないんだけど、この辺にまたロゴ入れたいなと思ってるから。あとツイッターの宣伝とか画面の下に入れておきたいんだよ。ツイッターアカウントこれ、Facebook アカウントこれ、LINE アカウントこれって。そしたらリスナーさんに、あ、これフォローしてとか、これフォローしてって言えば、伝わるじゃん。一回一回リンク貼ったりするのめんどいし。なんか、ある ?X スクリプトだっけ?いや、ニコ生、ないよ。はっきり言うけど。いや、別にね、正直言うと、まあ、1500円で3ヶ月できるわけだ。2000円か。ウェブマネー2000円買ってやるわけじゃん。やってもいいんだけど、メリットあんま感じないんだよな。オジロいらっしゃい、こんばんは。だってさ、ここでやったら稼げるじゃん。ここでやったら人増えるじゃん。アクティブ高いじゃん。なんでニコ生でやる必要があんの?それを教えてよ。理由がないんだって、本当に。別に普通にここで楽しく放送できてるわけじゃん。で、楽しいと思ってる人がいるわけじゃん。金も、稼げるわけじゃん。なんで金払って、かそって、つまらないところでやんないといけないの?意味がわかんないじゃん。1500円で苦痛をしないといけないわけだから、時間の無駄なんだよ。でしょ?でしょ?配信のクオリティって言うけど画質いいじゃん。音質いいじゃん。ただキャプチャーができないけど、ソフトを買ったらできるのよ、ここで。あ、コメントが横に流れるのはちょっとありだなと思ってるから。だからぶっちゃけた話、バンになるようなことやりたくなったらニコ生でやるかな。いや、合理性じゃない。だから、もうなんかふざけた配信やろう。だから、逃げ場所にするのはありだと思う。なんか、キチガイ配信してバンになるような放送をしたいって思った時は向こうでやるとか、そういう使い方になると思うよ。合理性っていうか、合理性じゃなくて、いや、そこは合理性じゃないの。そこは合理性でしょ。合理性って別に、だから、なんつうの?楽しいからここでやってるんだよ。単純に。なんでつまらないところでやる必要があるんだよ。ニコ生で見たいか。多分見たいっていう人はいると思うんだけど、ニコ生で見たいって言ってる人ってすごい100人もいないと思うの。多分。で、アクティブで言ったら常に見てくれる人って5人ぐらいだと思ってんの。で、他の、なんだろう、195人ぐらいはこっちでいいって言ってんのよ。で、俺もそう思ってるの。ニコ生の君を知らない?画質はカメラとか次第だし、新配信は音質もいい。画質はニコ生よりこっちの方がいいんだよ。まあだからニコ生やんないよね。結論から言うと。結論から言うとニコ生やんない。やる理由がない。本当に。見え張ってるとか強がってるとか一切なく。本当に、なんかゴミに金払うぐらいにしか思ってないの。それ仕事でやれって言われたらやるよ。お前の配信はニコ生じゃないとダメだって。大富豪が言い始めて。Hey, ワード。君はニコニコ生放送だよ。100万円毎月払うからニコニコ俺のためにやってくれないかっつったらやるよ。それはやりますよ。そこまで言われたら。だけど、ねえ。やんないよね。でもね、まあちょっとリスナーの層、まあ層が違うから、ニコ生にも種まいとくっていうのはありかなと思うけどね。まあでもメインサイトはふわっちだよな、やっぱ。なんか成果が出てるところでやるべきだと思うの。数字が出てるところ。エンターテインメント性?あ、まあ言わんとしてることはわかるけど。でもまあニコ生でそういうことやってるやつがいるわけだから、俺はこっちで成功したわけじゃん。ぶっちゃけた話言うけど成功したんだよ。こっちに来て。なんで失敗する方に行くのかって言ったら、それはやんないかな。で、ニコ生やってるやつの中にそういうエンターテインメント性みたいなことやってるやつはいるから、キチガイ配信とか、そいつらがそれをやればいいと思ってて。なんか自分が失敗する方に今は動きたくないかな。何が成功なの?いや、ちょっと待って。
あのさ、稼げてなかったやつが稼げるようになりました。多くの人に見てもらえるようになりました。夢が叶ってます。これを成功じゃないんだったら何を成功っていうの？これは成功でしょ、誰がどう見ても。誰がどう見ても、配信で飯食いたいって言ってたやつが配信で飯食えるようになりました。多くの人に共感得てもらえるようになりました。コメントも途切れなくなりました。これが成功じゃないんだったら逆に配信者の成功って何なの？これ成功でしょ？これは別に俺間違ったこと言ってねえぞ。これ成功だよ別に、普通に。俺言ってること間違ってるか？普通にうまくいってるじゃん。成功でしょ。大成功とは言わないよ。成功が始まったぐらいにしか思ってないよ。でも結果は出てんだから成功でいいじゃん。金と承認欲求かじゃなくて、俺が言ってるのは自己実現ってこと。要は、金とか承認欲求よりももっと深いもの。自己実現ができるように、できる可能性がゼロだったものをできるってことよ。俺が一番言ってるのは自己実現ができるようになったことって言ってんの。金とか承認欲求っていうのはセットでついてくるよ。それがないとは言わないよ。それは含まれてるよ。そうじゃなくて、自分ができなかったことができるようになることが成功じゃんって言ってんの。でしょ？バーガープレゼントありがとう。そう言えよ。そう言ってるつもりだったんだけど伝わんなかったんだよ。俺はだから自己実現の話をしてるつもりだったんだけど伝わんなかったの。応援ありがとう。ありがとう。どうなんだろうね。バカプレゼントありがとう。ニコ生行ってもまたノンタンに爆破されるからいいや。そう。リスナーも、もう育ててるわけじゃん。ぶっちゃけた話、リスナーが一番ストレスかかんだよ。オワドーのことを押そう押そうってみんな頑張ってくれてるわけよ。囲い属性の人たちは、ファンは。爆破になった時、一番イライラするのリスナーだと思うよ、多分。思考は現実化するマーフィーの法則。いや、だから俺は思考は現実化すると思ってるから。俺爆発したの一回だけ。俺が爆発したの一回だけなの。あと全部バンなの。だからたった一回、要はもう十何回バンになってるけど、俺爆発癖あると思われてるでしょ。俺ないから。俺一回だけやったことあるの。それだけ。それ以外ない。爆破は。何食おうかなぁ。ていうか、のんたん、3時ぐらいからパチンコ打って、6時ぐらいで当たり始めたっつったから、今日負けだな。3時間で4万ぐらい溶けるよね、多分。多分今日大負けだろうな。悔しくてのめり込んでんだろう、多分。閉店まで行くね、今日はね。今日は負ける日だと思う。勝つ日って出頭がいい、出だしがいいんだよ、大体。大勝ちする日とか安定して勝つ日ってね、大体ね、座って1万2000円以内ぐらい出る時なんだよ。30分とか40分で出るんだよ。それ以外のパターン、要は、ギャンブルとか投資とか全部そうだけど、最初の時にこけると取り戻しがつかないんだよね。強いらっしゃい、ワダツ。バーガープレゼントありがとう。でも思うんだけど、なんだろう、本当に思うんだけど、パチンコやるぐらいなら FX でバイナリーオプションやった方がまだいいと思ってるね。バイナリーオプションはギャンブルだと思ってて、で、ギャンブルやるぐらいだったらバイナリーオプションの方がいいんじゃないかと思ってるね。風船ありがとう。まだマシって思う。なんでかって言ったら、バイナリーオプション儲かんないから投資やろっていう風に考え方変わる可能性があるから。全国的にパチンコは今出てない。それわかんないけど。どうなんだろうね。年末。平日。だから、なんつうんだろう。俺は気分転換だと思ってやる分にはいいと思ってんの、ギャンブルは。
だから金を稼ぎに行ったらアウトだと思ってんの。ああ、パチンコ屋で2万使ってきたっていう使い方ができる人は正しい人だと思ってんの。頭のいい人。でも本当に頭良かったらそれ効率的じゃないってことに気づくんだろうけど。そういうカモネギがいたからパチンコ業界を儲けさせてもらった。そういうカモネギってなんだろうね。だからパチンコの情報商材とか出した方が儲かるだろうし、前世紀の頃になんとか攻略法とかさ、3万とかで売ってたじゃん。ああいうのやるやつが一番頭いいやつだと思ってるけど、要は中毒者を作って中毒者から金引っ張るっていうのがビジネスじゃん。来年からパチンコ全国禁煙になる。へえ。バドのために爆発したノンタ、今にして思えば。いや、そうじゃないって言ってたね。何回か聞いたことあるけど、そうじゃないって言ってた。普通にムカついたから爆発したんだって。普通にヘラって爆発したらしいよ。だから流れを変えて掴んだのはバドさんだよって言ってたけど。俺はそう思ってないけどね。ノンタはなんか、こう、うまく、俺をうまく動かせる、なんかエンジンを持ってると思ってる。ごとしね。2万以上使ったら勝てる気がしない。ああ、まあそこボーダーだろうな。俺でもね、人生で一番パチンコ出たことあるの2万6000発だね。狂ったように出てたね。2万6000発って俺雑誌かと思ったもん。こんなのあるんだって。ぶっ壊れてんじゃねえかと思ったもん。効果じゃなかったのかな ?2 万、20何万稼いだよね。しかも初期投資し1万ぐらいだから、ぶっ壊れてるなと思ったもん。もうそういう日って、あれだよね、後半作業に変わるよね。もうだるいみたいな。帰りたいみたいな。楽しいのはやっぱ8万ぐらいの時が一番勝った気がするよ。うおーみたいな。もうちょっと10行ったのにっていうのが。もう16万とか苦痛でしかないよね、後半。帰りたい。帰りたいよっていう。もう疲れたよ、みたいな。コーヒーサービス3週ぐらい。3、4週してる感じ。もういい。300円でもコーヒーサービスみたいな。まあ、打ってる方が儲かるわけねえもんな。あ、でも、スロットの、サラリーマンの副業で、要はハイエナだったらあり得ると思ってる、俺は。月3万ぐらいは固く稼げるとは思ってる。ちゃんとやればね。でも、もう無理よ、今。なんだっけ、ホールカウンターって言ってさ、内部の設定変えてるから、もう無理だよ。ホールカウンター入ってから無理。要は全体を制御してんのね。機械通りの、機械の一個一個の割り当てになってないの。機械値が出ないんだよ。期待値が。だからホールカウンターつって今日はいくら儲けますって設定したらホールでバランス取るようにできてんのよ。そんなの遠隔じゃん。合法的遠隔っていうかグレーゾーンなんだけど、もうホールカウンター入ってない店なのないから、無理よ。だからもう、絶対負けるっていう。それでも抜け道あんのかもしんないけど。ねえ。4号機の時は良かった。俺はだから北斗の拳ばっかりやってたよな。吉宗があんま好きじゃなかったんだよな。歌は好きだったけどね。じいさまだってーなーつってこうリズム、ばあさまだってーなーつってこうリズムに合わせて押してる人見ると可愛かったよ。横でもこうテンション上がるよね。あの歌好きだったな。じいさまだってーなー。君に会いたい時だってーだっけ。歌いいんだよね、吉宗。でももう北斗ばっかり言ってたね。北斗は面白かったね。初代北斗好きだわ。懐かしいよね。北斗が亡くなる最後の日に昇天させたの。ね。もうこれで終わりにしようと思ったの。北斗が亡くなる最後の日に昇天させたんだよ。超かっこいい終わり方じゃん。
で、もう俺大満足しちゃって、台離れたの。10万勝ちぐらいで。そしたらその台友達座ったらもう一回昇天しやがったの。もうね、俺はこれが未だに悔しくて、あの時、ね、昇天2回っていう伝説、最後の日に昇天2回っていう伝説を残せたのに、お前の台昇天しだよっつって横で、っつって、マジかよって、俺昇天させたの見てたよなっつって、見たよっつって、こんなんあんだっつって。2周したの、昇天が。1回昇天して終わるじゃん。俺か、引くじゃん。そしたら1回なんか3連チャンで終わって、その後粘ったら出たんだよ。設定6だったのかな。でも設定6、設定関係ないよな、あの頃は。引きが強かったんだろうな、多分。それごとの手口で体感機って機械使う。よしむな。これでしょ?あの、ペコペコペコってやつでしょ?ピクピクするやつでしょ?うん。獣王か。アラジンとか獣王とかわかんないんだよな。俺、スロッター金太郎が生まれて初めて打った台で、なんか友達がパチンカスで、で、パチンコ、ああ、行ってみるわ、つって。どうやってやんの?線入れて、目押しわかんない。どこ狙えとかわかんない、つって。とりあえずこう打つのね、って言ってやってたら、スロッター金太郎で10万買ったのかな?で、すげえってなって、で、それでもハマらなくて、で、たまに暇つぶし打つようになって、北斗でドハマりしたみたいな。そんな感じだったね。ヒカルくんが稲子とかに突入しようとしてるのが平気なのか。ワドさんですら会えなかったのに。いや、面白いと思ってるね。やっぱセンスあるね。そこはガンガン攻めてほしいかな。俺は無理か、できるかできないかじゃなくて、そこをトライしようっつう、そのクレイジーさが面白いっていうか。新しいフォロワーさん、無理やり太郎さんフォロー、無理太郎か。無理太郎さんフォローありがとう。ふわっちで知らないやつからフォローされたんだけど、どうやってブロックすんの?ブロックは、ここ。コメントの横にブロックボタンあるでしょ?ガチッチ。で、ガチッチ、こうやってやんの。ブロック。そうするとブロックしますかって。まずこれが、配信中にブロックするやり方ね。で、もう一個は、マイページに行く。マイページに行くと自分のページが出るじゃん。そこに、ここ、ブロックリストっていうの、フォロワーの横にブロックリストがあるから、ここにブロックリストが出る。あ、これはブロックしたやつだ。じゃあ、フォローしてる人いんじゃん。フォローした無理太郎さんが今フォローしたけど、そこに、どうやってやるんだっけな。あれ違うな。ブロックってどうやってやるんだろう。無理太郎さんのところ行って、わかんねえわ。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 ブロックの仕方わかんなかったわ、俺。いいんだ、ほっとけいいんだよ、別にフォローされてデメリットないでしょ。フォローされることによってデメリットってなくない?ある?なんか。フォローしてきたやつをブロックしたいって新しいすぎるだろ。わかんねえな。だってそんなこと想定しないじゃん。フォローされてブロックしてえわとか聞いたことないもん。さすがにサイト設計側も、どういうことってなるでしょ。どういうことってなるでしょ、ちょっと俺もパニックったわ。別にほっとけばいいじゃん。配信すんの?配信しなきゃ別に何もしてこないじゃん。害はないわ。害はない。なんか監視されてるみたいで嫌なのかな。腹減ったな。ツンデレかな。LINE とか知らないベトナム人に毎日友達追加されてあれ、まあ、まあ、別に害はないと思うよ。俺は昔アラジンで、アラジン A で2万枚出して40万。アラジンね。もう、だって100万とか本当にあったんでしょ?5万枚って本当にあったの?いる?知り合いで。5万枚とか。アラジンって出るって言うじゃん。もう奇跡的な確率で。でも考えられない。ミリオンごとだっけ ?5 万枚とかって。なんか5万枚って100万でしょ?だってパチンコでもさ、パチスロでも一日100万出ることあったんでしょ?もう、開店から閉店まで出っ放しみたいな。本当にあんのかな?2万枚は俺嘘じゃないっていうのは分かるの、体感で。
俺もパチンコで、その6万発出たことあるから、あ、本当にあるんだっていうの体験であるし、友達とかでも出るの見るじゃん。2万枚はあるんだよ。ただ、都市伝説で5万枚とか雑誌とかに書いてあるじゃん。あれ本当なの？あとなんだっけ、名古屋とかで年末だけ36時間とか2日間とか24時間営業で分回してる店とかさ。本当なのかな？え、5万枚とかって噂で聞いたことなかった？俺中学とか高校の頃あったよ。雑誌とかにも書いてあったよ。どこどこ店5万枚とか。2万枚はだから伝説だよね。地元で伝説になるぐらいだよ。うん。こいつ2万枚出したことあるよっていうのがたびたびネタにされるぐらいだよね。うん。無理太郎をブロックしたくてしょうがない。無理太郎とガチッチの静かな戦いが始まってんの何なんだろうこれ。コメント打ったらブロック入れられるだけだからね。でもね、ふわっちのブロック機能楽。ブロックぶっ込むじゃん。他の配信で、闇将軍の配信で、俺のアンチが俺の悪口言ってんだけど、俺に見えないのよ。すげえストレスなく配信見れるから超楽。うん。うん、見つけた？うん。初詣の参拝客にトイレを貸すっていう名目で、大晦日の深夜営業が認められているところはある。へー。へー。あ、面白いね、それね。ほうほう。見つけた？どうしようかな、一旦休憩しようかな。ていうか、一旦休憩にするか今日これで終わりにするか迷ってるな。あ、三重とか。はぁ、京都とか。どうしようかな。飯食ってその後枠開くか。今日でも結構ロングタイムでやったね。3/6/18だから3時間やったもんね。やだ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 ってな。なんか食いたいね。飯、いや、何食おうかなっていう風に思ってる感じだね。昔のパチ屋の社員で来てたけど、裏物とか普通に入ってたから。へぇー。あ、そうなんだ。なんだっけ、裏ロムって言うんだっけ。なんかロムを組み込んであるやつだよね。風船ありがとう。何食おうかな。っていうか、のんたんと飯食うつもりでいたから、結構、ペースが、乱れたね。のんたんと今日飯食うって、違うんだよ。違うんだよ。ちょっとプライベートの話をするとね、俺、のんたんとエッチ2週間ぐらいしてないんだよ。俺、のんたんとエッチ全然してないの。まあ、正確に言うとね、フェラばっかりさせて、のんたんのこと全然いじくり倒してないから、ちょっと悪いなって思ってるの。ちょっと、失礼だなって思ってたの、俺は。失礼なやつなのね。フェラばっかりさせて、手こきばっかりさせて、ちょっと、紳士として、ちょっと、これは良くないなと思ってたから、だから、のんたんは、だから、エッチしないからストレス溜まって、パチンコに逃げてるんだと思うの。そう。ひどいじゃん。だから、今日はエッチする日だったんだけどな。俺の中では。俺の予定だと、のんたんとエッチを、こう、濃厚なセックスを楽しむ日だったんだけど、のんたんがパチンコに行っちゃったから。11.2 センチです。11.2 センチです。付き合い長くなるとっていうかね、いや、あのさ、あの、仕事やってて配信こんだけ回してて疲れるんだよ。本当に疲れるんだよ。もう倒れるように寝るんだよ。だから、もうこれね、マジな話なんだけど、今放送見て生放送やったことない人30分でいいから、30分間喋り続けてこのペースで、俺毎日このペースで喋ってんのよ。
これ部屋の中で一人でやってんだよ。本当にね、あのね、遊んでると思われて、遊びは遊びなんだよ。だけど、本気でやってるから大変なんだよ、喋るのって。こん、生主ってこんなことやってたんだって分かってほしいんだよ。もう、なんかね、こう、なんつうの、アマチュア野球とプロ野球の違いですよ。プロ配信者になるとやっぱね、やっぱ違うんですよ。だからね、セックスする時間がないんですよ、僕。フェラしてもらう時間はあっても、セックスする時間はないんだよ。パチ屋に行って連れ戻して、店わかんないもん、俺。店知らないもん。どこで売ってんのか。でも、たまには行かせてやらなきゃダメだよ。でも、こういう話はあんま良くないからやめるわ。うん、あの、行かせる、行かせない。だから、その、なんだろう。なんつうの？マナーってあると思ってて、俺は。なんか、俺一応配信者じゃん。で、配信って暴力に変わる可能性があるの。配信って悪く使おうと思ったらさ、影響力あるから、リベンジポルノじゃないけど、要は印象操作ができるわけじゃん。だからあんまりね、その彼女のプライベートのことあんま言うの良くないなと思ってるよね。うん。ただ、ノンタンの手こき、ノンタンの手こきめっちゃ気持ちいいから！こういう話はノンタンが嫌がる。そう。そう。だから、あんまりね、彼女が配信者だったら容赦しないけど、彼女は配信者じゃないから、うん。そう。俺が言える、もうギリギリマナーを守ってる範囲は、ノンタンの手こきめっちゃ気持ちいいからっていう。うん。これしか言えない。これが俺の限界。これが俺の限界です。うん、これが最低限のマナー、うん。ギリギリセーフのところだよ。うん、ノンタンと有効な関係を築けるギリギリのラインだよ。いや、めっちゃ気持ちいいから、うん。めっちゃ気持ちいいから。配信者って言ったらもう毛も生えてないね。俺からしたらね、今日配信始めたやつなんかみんなパイパンですよ。ただのパイパンだよ。うん、毛が生えてから相手にするよ。配信者としては。はい、わこつ、マネーギャングさんいらっしゃい。コメントありがとう。面白かったらフォローしてね。ハートプレゼントありがとう。最低？いや、手こきがうまい。いや、本当に手こきうまいんだよ。俺、風俗相当行ったよ。若い頃。風俗相当行ったし、五反田にも行ったよ。アナルも開発済みだよ。そこそこ女も抱きましたよ。ね。30ですよ。手こきめっちゃ気持ちいいから、ほんと。ほんとやばいから。うん。どううまいっていうか、だからもう何されてるのかわかんないって感じ。何をされてるのかわからないの。うん。まあだから俺の話はほら、ノンタンのプライベートに関わる話だから、俺の話はしないけど、うん、ノンタンの手こきはめっちゃ気持ちいいよ。言葉一つでその人の人格まで変えることもある。あるよ、全然。うん。あ、フォローしてる？ありがとう。うん。俺はアナル開発済みですよ、もう。ニュータイプですよ。ニュータイプ。アナルが開いてるタイプですよ。ニュータイプですよ。だって、まあいいか。まあいいや。これはギリギリアウトの話しようか、じゃあ。ギリギリアウトの話をしちゃうけれども、ちょっと喋りたいから。俺、30っていうかね、20、だから、ティーンだった頃ね、俺が。俺がティーンだった頃は、もうオナニーだったら何回でも行くことはあるんだけど、俺ね、フェラチオで連続2回行ったの、生まれて初めてだもん。ノンタンのその手こきで2回連続発射したもん。うん、最近ね。やばいね、本当にね。30超えて、そんな体力ないじゃん。1回行ったら慣れちゃうじゃん。なえないね。すごいよ、もう。ノンタンに開発されてるから、俺。うん。ノンタンにいじくり倒されてるから。うん。だって、ノンタンの名言教えてあげようか。ノンタンの最近の名言教えてあげようか。うん。タンパク質は和道さんから取るって言ってたから。タンパク質は和道さんから取るからいらないのって言ってたから。すごいでしょ
タンパク、三大栄養素の、三大栄養素、人類が生きていくために不可欠な、タンパク質を俺から摂取してるんだよ。うん。すごいでしょ。うん、ありえない発想だよ、うん。はい。ということで、私はご飯食べに行きます。はい。マドバイタルじゃねえわ。はい。皆さんお疲れ様です。今日フォローしてくれた人紹介していきまーす。新しいフォロワーさんです。無理太郎さん、ハムさん、なんとかスイッチさん、マリアさん、カッチンさん、マユさん、マキティさん、ワカナさん、レントさん、ミホさん、カンジーザイさん、ナーちゃんさん、ユーヤンさん、ユーヤケさん、フォローありがとうございます。後で放送するかどうかはわかりません。ノンタンが帰ってこなかったら放送します。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。